皆さんおはようございます。和道です。2018年3月の22日、朝の7時21分です。よろしくお願いします。はい、どうもどうも。ゆうこさん、おはようございます。おはようございます。どうも。初見さん、よろしくです。リンさん、よろしく。米ビュー入れたよ。ついに私の放送にもですね、米ビューが入りましたんで、これいいでしょう。画期的でしょ。画期的じゃない？すごく気に入ってるんだけど。なんか荒野とね、新野っちょはね、コメント入れてるんですよ。こっちか、こっちか、この辺に。これでリスナーさんも YouTube を見てる人もリスナーさんのコメント読めるし、これは便利ですよ。しかも黒巻合成で抜いてますからね。ああ、ずっと見てくれたの？もしよかったらこっち側もフォローしてください、リンさん。ありがとう。嬉しいな。YouTube からだ。最近ね、YouTube から生放送見に来たっていう人すごく多いんですよ。ありがとうね。YouTube って何？ YouTube で見てたのは何きっかけで YouTube と出会うわけ？だってヒカキンとかさ、水たまりボンドとかさ、柴田とかいろんな人がいるわけじゃん。で、なんで俺 YouTuber ではないから、どっからつながってくの？ YouTuber に知り合いもいないし、なんで俺のコミュニティを見つけることができるんだろう？どういうきっかけなの？関連動画がね、なんかすげえ多いし、そう、なんか最近 YouTube の収入爆上がりしてんのよ。なんなんだろう。YouTube がバブルなんだよね、今。チャンネル登録めちゃめちゃ入ってくるし。なんでなんだろう。ちょっとよくわかんないんだけど、すげえ伸びてるんだよね。コークさんいらっしゃい。おはよう。なんだろうね。なんかアルゴリズムが変わって発見されやすくなったのかな？原因はよくわかんないんだけど。まあまあ面白いよね。動画編集すれば増えるよ。っていうか俺、めちゃめちゃ動画編集うまいよ。映像制作の人とかにすげえ褒められたもん。え、ワドくん、なんでこっちやんないのって。絶対動画向きだよって言われて。いや、生放送好きなんですよ。編集能力は多分配信界で一番高いんじゃない？生主だったら。裏方のヤマトさんとかみたいな人には勝てないけど、本職の人には勝てないけど、単純に雑談生主の中だったら多分一番うまいと思うよ。自信あるね。もともとね、っていうかね、動画投稿はずっとやってたんだよね。動画投稿系男子だったから。YouTuber って呼ばれる前の段階ね。でもなんかね、最近は生放送に力をぐっと入れつつ、まあ、ダブルインカムっていうのを目標にしてて、YouTube は、まあ、かなりいい感じに伸びてきてますね。いい感じに。チャンネル登録数も自然と。なんかね、いいのが、いい回とか、
残すじゃん。勝手に増えていくのがいい、再生数が。なんか生放送ってその場限りで、ぶっちゃけた話、面白くて手応えのある回がやっても閲覧が伸びるとは限らないんですよ。だけど動画の評価って長いスパンなの。だから3年前の動画が急に伸びたりすんの。再ブレイクとかあるから、なんかスパンが長く見れるっていうのは俺の中で結構でかいんだよね。いいなぁと思ってる。ずっと残るっていうのが強みだね。だからさ、こうやってコメントをさ表示させておくとさ、いいのよ。なんか俺はいつも生放送で心がけてることは、リスナーさんとの会話じゃん、な、雑談の面白さって。でそれをうまくまとめられるかどうかっていう能力だと思ってんの。なんかコメント欄に意外とヒントあったりするんだよ、面白いそのネタとか。それをどうやって掘り下げていくかが雑談生主の勝負どころだから、やっぱりね、リスナーさんと一緒に作ってるっていうのがあるし、面白いコメント書くリスナーさんがいないと番組作れないんだよね。だからパートナーまではいかないけど、いいリスナーさんをと出会いたいっていうのは常にあるよ。あ、そう、100万回いったのあんの。え、コークさんって YouTube やってるんだ。何系やってんの。100万再生はすごいね。俺マックス10万再生かな。10万とか5万再生とかだね。何年前の動画かな。マックスが、マックス15万再生。1年で15万再生だね。で、1年で6万再生とかピークかな。顔は出してないんだ。あれか、明日の話題とかそういう系だ。今あれだよね。俺はね、ああいうネタ系のやってる人だったらね、音声つけてほしい。音声つけてくれるだけでだいぶ見やすくなる。文字だけの人いるじゃん。あれやだ。文字と画像だけじゃなくて、音声、初音ミクとかでつけてくれるとすげえ聞きやすいから。今ね、ネタ系もね、初音ミクで声入ってるやつしか見ないやな。アテレコでもいいんだけど。女の人とかが喋ってる。多分アテレコか。なんか都市伝説とかで頑張ってる人とかもいっぱいいるよね。ほら、YouTube はライブまだまだ伸びると思うよ。チャンネル登録10万で銀の盾欲しいな。10万はまだ見えねえな。やっと1500が見えてきたかなっていうところだから、もうちょっと頑張んないとね。YouTube。柴田とかうまいやり方してるよな。柴田はさ、編集一切しないで一発撮りだけでやってるから、あれは天才だよな。あれであの数、数字持ってるっていうのは強いよな。柴田がやった瀬戸康史の下り大好きだな。公園とかで瀬戸康史って言って語りかける動画があるんだけど、あれは爆笑したね。編集なしなんだよ、柴田って。で、5分ぐらい喋って終わりなの。はい、どうも柴田です、今回はとか言って、何見ずにゃん、お前さみたいなことを5分喋って、人のことディスっておいて自分がディスられたらないだろうとか言って、これうまいなと思って。あれはすごいよ。編集なしっていうか、まあ何テイクか撮ってるんだけど、ぶっちゃけた話、編集やったことある人だったら5分の動画作るのに5時間かけるのなんかザラじゃないですか。だって5分に簡単なのでもね、コーディングとかに時間かかるから、あれはうまいやり方してるよなと思って。高画質のカメラで一発撮りだもん。で、端と端切るだけなんだもん。あれは天才だよな。楽して稼ぐっていう。だからテロップすらもない時あるよ。っていうかほとんどないよ。
音楽かぶせるぐらいのね、BGM。俺は柴田はすごい才能、すごい才能を持ってると思うね。いや、キャラ推しっていうか、そのトークのネタとキャラだけでやっていくっていう。まあ多分 SEO 対策強いんだろうけど、キッズに愛されてるっていうのはでかいよね。おはよう、みーすけ。おはよう。今日もよろしく。みーすけ、あれ、格闘技のイベント来るか来ないかって言ってたけど、どうすんの？来る？キッズ系狙ってないもん。俺は30以降の、あのね、もともと決めてたの。実はすっごい戦略的にやってて、キッズ系やるんだったらもっと別のやり方する。女子供に受けるネタあんまりやらないって決めて、金持ちが喜びそうなコンテンツは何なのかっていうのを徹底研究した。自分のやりたいこととターゲット層、もう要はお小遣いに余裕がある独身の奥様と、金持ちのおっさんがアイテム投げてくれる人ね、簡単に言う。アイテム投げてくれる見込みのある人を徹底的に狙おうっていうのが俺のやり方。だから、4、5年前からずっとそれはね、頭の中にあったね。はいはい、上田さんいつもありがとう、風船ありがとう。横浜だからいるんだけど、仕事がその時間に終わるかどうか。ああ、そっかそっか。6時半集合で、7時スタート。途中からでも来てもういいんじゃない？一回ね、顔合わせてみたいな。戦略は練ってるね。戦略練ってるっていうよりも、あのね、正直言うとね、当初の計画だと、やりたいことやって食えればいいやだったの。それが欲が出てきて、月収100万稼ぎてとか言ってんだけど、食えたら勝ちっていうのあったんだよ。だけど、3年で達成できなかったら辞めるっていうのが俺のスタイルなの。経営スタイルだったの。で、3年目に超減らって達成できなくて、でもうやめようと思って、その2ヶ月後に食えるようになったの。だからあの時やめてたらもう本当に、ほらよくさ、成功本とかでさ、もうちょっとあと1ミリ掘ったらダイヤモンド出たのに、金出たのに、そこで諦めたらダメだよっていう図解とかあるじゃん。もうあんな感じ。本当に相場で折り返そうとしたんだけど、やっぱり好きだわって、金になんなくてもやりてえって言って、ちょっと言ったら良くなったっていう。すごい運命みたいなものを感じるよ。あ、犬臭くていいよ、全然。全然いいよ、全然いいよ。全然ウェルカム。それはだって犬のね、お仕事されてるんだから。それは戦略練らないとダメでしょ。戦略練ってないように見えてみんな練りまくってるよ。本当に練ってない人とかいるけどね。嘘だろっていう人いるけど。荒野とか戦略練ってないでいきなり上がったタイプだからね。いきなりブレイクタイプもいるけど、俺は戦略練りまくるタイプだね。いや、でもコメントビューは実装できたのはもう本当にパーフェクトに近いな。ちょっとね、この辺の枠とか下の枠とかの調整と、まあ画面のバランスとね、あとね、ここにテロップ入れようかなと思って、昔やってたんだけどね、やっぱりね、ここに俺ほら、クリエイティブコモンズで、動画再利用していいよっていう風に提供してるから、ここにテロップ入れとかないと、その、なんつうの、二次利用された時に誰の放送かわかんなくなっちゃうから、ここにライセンスで WADO の放送室みたいな。なんかさ、番組のいいタイトルない？ロゴ作ろうと思ってるんだけど、WADO の異常なゼミナールっていうのをずっとやってたの。でもほら、和道っていう漢字を変えたから、ロゴのバランスが変わるから、せっかくだからなんか番組名作ろうかなと思ってるんだけど、なんかいい番組名ないかな。和道に漢字変えちゃったからね。昔は和道の異常なゼミナールでずっとやってたんだけど、和道の深夜食堂、いやー、パクリはやだな。和道の異常なゼミナールって結構気に入ってたんだよな。
いいタイトルでしょう。何にしようかな。なんかいい番組名ないかな。どれの深夜食堂って名前にしたっていうのがすごいよね。どれだけでいいのにね。どれの深夜食堂ってつけたの結構センスあると思うんだよね。コテハン、番組名をコテハンにするって結構アイディアあるよね。なんとか塾。そうそう。だからなんとか塾だからゼミナール。和道の異常なゼミナールってタイトルだったんで。塾。塾。それだったら和道の異常なゼミナールで、和道の文字だけ変えて使い回そうかな。和道ゼミ。チャンマンズバーとかね。おはよう、知らんけど、アイテムありがとう。おはよう。ありがとねー。アイテムありがとう。おはよう。おはようございます。ワドゼミ？ワドゼミにする？ローマ字とかで作ろうかな。ワドゼミ。なんかロゴ、番組ロゴとかセンスのあるフォトショップとかで作れる人いないかな。なんか自分のセンスあんまり良くないから、そのカラーの指定とエッセンスだけで、なんか番組ロゴ作ってくれる人いたらありがたいんだよね。短い方がいい？いい？でもさ、なんだろう、情熱大陸ってすっごいいいネーミングだよね。情熱大陸。そういうさ、和道から離れてなんか、いい番組。クレイジージャーニーとかもすごいいいタイトルだと思って。あ、いくまさんいらっしゃい。風船ありがとう。アイテムありがとね。短い方がいいかな。和道ゼミ。和道ゼミ。水曜どうでしょう？電波少年。漢字4文字っていいな。電波少年ってすごいよな。電波少年っていいよな。それがサブカルなんとかとかにしたいかな。サブカルなんとか。ワドゼミか。なんかロゴ作りてえな。ワドゼミ。なんかいい番組タイトルないかな。みんななんだかんだ早起きだよね。朝の7時40分に起きてるんだもんな。すげえよな。やるじゃん。早起きやるじゃん。田園少女？電波ガール？
アーティストで電波少女ってあんの？電波少女は電波少年からパクってんじゃないの？パクるなやじゃなくて、電波少年っていうもともとの番組があったんだよ。何？電波少女っていうの逆に知らないんだけど。電影少女だったら知ってるけど。アンポンタは何に切れてんの？何？電波少女って聞いたことないんだけど。おはよう、マサヤさん。何つっかかってきてんの朝から。パクるなやじゃなくて、テレビで昔電波少年っていう番組があって、いい番組名だよなって言ってたんだけだよ。何でもかんでも噛みつけばいいって問題じゃねえだろ。なんで噛みついてくんだよ朝からよ。しょうもない。はい、猫おはよう。おはよう、バカありがとう、猫。おはよう。はいはい、さよなら。二度と来なくて結構です。アンポンタンさん、二度と来なくて結構です。さよなら。はい、ワドツー、ルーツさんいらっしゃい。何の話？いや、番組名、この辺にロゴ入れたいなーっていう話してて、で、なんか、いい番組名ないかなと思って、考えてたところ。なんかないかな、いい番組名。ワドゼミが今候補かな。プロフィール欄にどんどんフォローしてなって書いてあったけど、フォロワーゼロだった。そりゃそうでしょ。こんな気持ち悪いやつフォローするわけねえじゃん。痛い痛い痛い。 いやー、コーク、ナイスコーク、ナイスコーク、いいね、そういうのいいね。C さんいらっしゃい。我々寄り道。 うるせえわ。何うまいこと言ってんの。我々寄り道はなんか素敵だな、センスあるな、 C さんな。我々寄り道ってなんかすごくいい番組タイトルだい。我々寄り道。寄り目のよ。いいよね。我々寄り道はなんかすごいいいよね。すごいセンスあるよね。あ、ワドラボいいね。ワドラボはなんか最近って感じだけど、我々寄り道はなんかすげえセンス感じる。じわじわくる。僕よりフォロワーいないなんてねえって、ハンポンタンさん。いやー、すげえな。我々寄り道はなんかセンス感じるな。なんかね。和道の地球規模相互接続通信。なんか電波系じゃん、それ。 おはよう、バカ塾ありがとう。えい、おはようございます。おはよう、りんちゃん。なんだろう。いや、でも、我々寄り道はなんかすげえセンス感じたな。なんか。ワドゼミ。ちい散歩みたいな。ワドラボはなんか、あれだね。まあまあ、定番っぽいし、なんか、いいよね。ラボって研究室って意味だっけ？俺思うんだけど、ラボと、スタジオと、スタジオ、アトリエだったら、俺、アトリエが好きなの。これわかる？ラボって研究室とかだっけ？で、スタジオはスタジオでしょ？でも、アトリエってかっこよくない？研究室だよね。研究系は何もやってないかんな。銀河和道39。あ、ごめん。ごめん。
センスないかなって聞かないで喧嘩になる。俺はマサヤさんと仲良くやっていきたいから聞かないで、うん、ごめん聞かないでくれ、うん、センスない。ラボはなんか、そうそうそう、理系のイメージで、思いっきり俺理系じゃないし、研究っぽいこと やってないっていうか、だからゼミはなんかそれっぽいじゃん。ゼミナールとかゼミとか塾とか。だけどなんか、その、ちょっとひねりたいんだよね。謝んないで。うん。ラボじゃないよね。完全に。ラボではない。うん、なんだろう、何バー和道になっちゃったら、このシャンメンズバーとかぶるから、うわ佐野と同じセンスだわってなるから、大衆酒場ウナと同じセンスになるから。和道サティアンはあの普通にあの反社会的で、あのリスナーさん、一部のリスナーさんを怒らせる可能性があるからやめましょう、うん、そういうのは本当に怒る人いるから嫌いじゃないけど、デリケートなワードだから、うん、だからコテハンつけるのが上手い人っているじゃん。でも番組ってね、すごくみんなでこうアイスね、あれだから、ここにずっと冠つけるんだったら、こう親しみやすいのがいいよね。なんか、これでもあの時代にさ、漫才師でダウンタウンってつけたのセンス結構あるなと思ってんだよね。あれダウンタウンってなんでああいうつけ方したんだろう。あれ名前勝ちみたいなところあるよね、ダウンタウンって。我々寄り道いいね。あとは和道ゼミ。前は和道の異常なゼミナールっていうロゴだったの、ずっと。だけどまあ、だったらシンプルに和道ゼミの方がいいんじゃないっていうアイデアもあったけど、一新したいね。でも我々寄り道はなんかちょっと、なんかね、みんなが言ってる旅番組的な感じじゃなくて、なんか我々寄り道してるよっていう感じとか、なんかすごい、いろんななんか捉え方ができたし、なんかすごい、なんか何この番組、我々寄り道って何ってなりそうな気がするんだよね。うん、なんかすげえ寄り道感がいいじゃん。あと目が寄ってるっていうだけなんだけど、だからこことここは和道になってるっていうのがすごいセンスあるなと思って、我々寄り道は結構いいよね、うん、すごくいいと思う。これ誰の案だったっけ、我々寄り道。ガチンコってどんな番組？ガチンコファイトクラブのガチンコか、うん、寝起き10分で考えた、センスあるわ C さん。我はその我と寄り道に我を入れたのがすごいセンスあると思う。その日本語的な響きとかすごいいいよね、我々寄り道って、うん。あとはロゴの、我々寄り道で行く？我々寄り道で。なんかいいね。アトリエって個人の仕事場って意味なんだっけ？あ、そういう意味なんだ。へえ。なんか絵描きとか、なんかそのアート系の人が使ってるイメージがあるね。アート系の人がアトリエって言ってるイメージがある。
あれさ、スタジオジブリってすごいいい名前じゃん。あれって本来、宮崎駿が、日本語に文字を起こすときに間違えたのが始まりなんだよね。本当はギブリなんだよね。だから G が入ってるんだよね。ギブリって発音するんだけど、宮崎駿さんが読み間違ってジブリって言って。ジブリがいいっつってカタカナジブリってなったけど、後々よくよく調べたら間違ってたっていう。でもジブリで正解だったよね。ギブリだったら多分流行らなかったよね。熱風って意味なんだっけ、あれ。イタリア語で熱風だったかな。砂嵐だったっけ？え、熱風じゃなかったっけ？砂嵐だっけ？皆さん結婚してます？ところで。それはさておき。熱風だよね。合ってたよね。うん。サハラ砂漠に吹く熱風を意味するイタリア語。ありがとうございます、ハムカツさありがとう。やっぱりね、漫画に付随する知識は、なぜか物覚えがいいっていうね。何なんだろうね、このアニメとか漫画だけに特化した脳みそ、何の役にも立ってないもんね。わお、桜花火ありがとうございます。ありがとう、桜花火ありがとう、匿名さん。まるまるステーション。ステーションって駅って意味？和道ステーション 和道ターミナル。なんかでも奇想天外な感じが好きで、だから例えば対談番組で「情熱大陸」って絶対間違ってるな。そういうのがいいなと思って。もうなんかだから、なんつうんだっけ、我々寄り道なんかまさにそういう系じゃん。お疲れ様でーす。ありがとうございます。ほんと桜花火、桜花火いいよね。綺麗だよね、エフェクト。凝ってるよね、最近。ふわっちが本気出して。まるまるステーション。カタリスト。ああ、カタリストか。俺はね、でもね、自分のことをね、物語って呼んでるかな、最近は。ある人にインスパイアされたんだけど、
でも俺の知り合い、しゃべりストって名乗ってる人いたな。滝沢さんっていう人なんだけど、しゃべりがすごい上手い。ずっと先輩でお世話になってた人なんだけど、しゃべりストを思い出した。カタリスト。でも不思議なんだよね、その物語、物書きとか絵描きとか言うじゃん。で、喋るっていう職業、なんか芸人っていうのってなんかピンとこなくて、あ、いいや、物語って名乗ろうと思って、物を語る人、物語、絵描きとかシンプルでかっこいいじゃん、物書きとか。でも物語だよ俺は。カタリスト 語るのが好きなの。語るのが仕事だから、語ってなんぼ。なんか語りっていいよね。なんかこう長くやってみるとだんだんしっくりくるもんが見えてくるもんだね。はい、ワード2。バーベキューさんいらっしゃい。なんかこのワード2も自然と、もう初見でもワード2っていうのがすごくない？ これ誰がいいや。だからね、流行るってね、何がきっかけになるかわかんないよね。定着するとか、これワド2って、これ俺が言い始めて勝手に広めたわけじゃないのよ。これリスナーさんが勝手に広めたんだよ、ワド2って。で、俺が流行らせようと思ったものは全て廃っていったから、俺がこれを定番にしていこうみたいなのは何も流行らなかった。でもワド2だけは多分センスがある人なんだろうね、ワド2って言い始めた人は。なんかね、みんな真似し始めて勝手に定番になったんだよね、ワドツーって。カタカナ覚えやすいですよね。ワドツーってすごいよな。誰が言い始めたんだろうこれ。誰だワドツーって。もう普通に言うし、なんかちょっとね、なんか言うもんね、他の配信者さんも。和道の話題出てくると和道通ってバカにするもんね。間違えてこう他の枠で和道通って癖で書いちゃうと、和道リスナーかよって言われるらしいよ。なんだよって、和道リスナーかよって。配信界で最も権威のあるリスナーだからね。配信会ヒロシといえど、最も徳の高いリスナー層、それが和道リスナー。肩身狭いよね、なんか和道リスナーって。俺もそうだけど、何なんだろう、なんでこんな肩身狭い思いしないといけないんだけど、よくわかんないよね。いや、一人暮らしでさ、肉豆腐作って美味しかったのは美味しかったんだけど、一人暮らしダメだな。なんだこれ、ブリ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 。ごめんね、音うるさくて。一人暮らしさ、何個も同じの食わないといけないからダメだわ。亀仙にいい質問だね。それよく言われる質問なんだよ。よく言われる質問なんだよ。あのね、もうほぼ100%和道で、本当にたまに始末高光になっちゃう時があるの。たまに。その時に、あ、俺とんでもないところ
来ちゃったって思って怖くなる時がある。もうほぼ 99% とかほぼ 100% 和道で生きてんの。っていうのも、もう始末って呼ぶ人とか始末ちゃんって呼ぶ人いないのよ。高光とか高とか呼ぶ人いないの周りに。でも数年間和道、街中歩いても和道さんって言われるし、俺そのバーとかでも和道、その行きつけのバーとかでも和道を名乗ってんの。だから俺の本名知ってる人、まあみんな知ってるけど、検索したら出てくるから本名ね。でもプライベートの人も和道さん和道さんとか和道くんとか和道ってみんな和道って呼んでくれんの。だけどたまにその子供の頃のこととか回想してたりとかさ、妄想してると、あ、俺もう和道なんだみたいになるよ。だから本名の方で考えてない。多分金梅さんとかもそうだと思うよ。ちゃんまんとかも、もうちゃんまんだし金梅さんっていう。ドレさんもそうじゃないの、そういうもんだと思うよ。あの長くやってると、なんでそんな風に思ったの亀仙人は。やっぱ気になるのかな。なんか逆に、なんかもう多分ね、しまっちゃんとかたかとか言われても多分ね違和感覚えると思う。なんか別の人って、俺昔の俺を知ってる人は別の人だと思うんだ。もうそのネットをやってる自分の時間が長すぎるから。だってのんちゃんですら俺の本名を呼ばないからね。ああ、いや正解正解だから和道で生きてるね。だから始末とか呼ばれても違和感ある。他人のこと言われてるみたいな。多分芸人さんとかもそうなんじゃないの。芸名が自分になってるっていうよりも、なんて言うんだろう、もう和道だ、和道の方が違和感がないっていうか、なんだろうこれは。これは特殊だから伝わらないだろうね。芸名の方が本名よりもしっくりくるっていう感じ。だから本名で呼ばれる方が違和感があるね。俺もう、なんつうんだろう、その結構キャラ作らないタイプだから、そのまんま和道になっちゃってるから入れ替わっちゃってるんだよね。キャラ作るタイプと作らないタイプがいるんだけど、俺作らないタイプのキャラは。でもやっぱり放送やっていくと、放送用にこう過剰演出っていうのかな、過剰に喋るようになったりとかするから、まあ多分これかね、和道でずっとやってくんだろうけど。沖縄行きて。沖縄ってまだあったかい、寒いのかな、あったかいのかな。沖縄ってどうなんだろう。沖縄行きてえな。小学校の頃の知り合いっていうか、まあ家から歩いて5分ぐらいの小学校からの同級生、普通にコメント打ってるよ。普通にコメント打って普通にアイテムくれてるよ。ワドツーって言ってるよ。で、もう DM でこの前聞いたけど、いや笑うっつうか、だから最初なんか普通に花火くれ、普通にコメント打ってくれてて、である日 DM がいきなり来て、ごめんって、その DM 送られるの嫌なの知ってるんだけど、ところでしまっちゃうんだよねって来て、まあと思って、え、もしかしてこの小手判定、あのこの意味のこれって言ったら、そうだよっつって。でもそれは気使ってくれて、やっぱそいつも
俺は和道のこと知ってるぜアピールとか一切しない。すごいいいやつで。なんか普通に YouTube で柴田を見てたんだって。柴田が好きで、柴田、まあちょろっと見てたら、関連動画のところに俺が出てて、あれこいつ知ってるぞみたいな、こいつ見たことあるぞみたいな感じで、普通に、あれもしかしてと思って見たら、普通になんかリスナーさんのこと大事にしてるし、お、普通に配信者として好きだわってなったらしいの。で、じゃあ生放送遊びに行くかって言ってしばらく見てて、お、普通に好きだわってなってっていう。顔は、まあそんな変わんないんだよ。だって小学校、中学校一緒だったんだよ。で、家5分だから、地元だ、家5分10分の世界だから、街ですれ違うでしょ。まあ、小学校の時だけじゃなくて別に会うじゃん。成人式とかで。それはわかるでしょ。お前か、みたいな。いや、だから同級生も知ってるらしいよ。だから、この前、7年ぐらい前、7年前じゃないな。何年前だ？ 8 年ぐらい前に会社やってた人と飯を食う機会があったの。で、キャスバーで飯を食ったの、配信外で。で、その時に、俺は本名で、そのビジネスをやってた人だから、ああ、久しぶりです、つって、全然気づかなかったっす、って言って飯食いながら、自分の説明を始めようとしたの。いや、実は僕、こういうことをやっててって言った瞬間、その社長さんに、あ、全部見てますって言われた。で、みんな知ってますって言ってた。だから、はずって思ったよね。あ、大丈夫っすよって。島津さん、めちゃめちゃ、もうみんな知ってるんで、って、みんなよく噂になってるんで、大丈夫っすって。説明一切いらないですって。あなたが何やってきたか僕ら把握してますって言われた。すげえはずいと思って。はずくない？それ。その同業の社長さんとかさ、お付き合いのあった人たちに、あ、みんな見てますよって言われたんだよ。嫌だなと思って。今もロムってるかもしれないよね。俺がコンドームかぶってるのもね、全部見てる。何もかも全部見られてる。まあでも楽しいかな。この仕事選んで一番なんか自分らしく生きてるかもしれない。なんかいろいろやってきたけど、バンドとかライブハウスとか仕事とか、いろいろやってきたけど、結局これが一番しっくりきてるかな。あ、そう。いや、話早いよね。説明しようとしたら、あ、全部見てますから、大丈夫ですよって。でも、そのパターンは楽でいいんだけど、逆に向こうのことを何も知らない場合の方が多くなってるのよ。それが辛い時があるね。情報量のギャップが半端じゃないの。初めて会った人に、私のこと分かりますか？って言われる辛さ分かんないでしょ。分かるわけねえだろ、つって。はじめまして、和藤さん。私のこと分かりますか？って。分からない、分からない。誰、誰、誰？分かるよって。分かるよってなる。あ、ごめんなさい、小手半言うの忘れてた、何々です、みたいな。それはわかるわ、つって。それはわかるわ。いきなり街で声かけられて、私のことわかるって言われたらさ、もう、バイト先とかさ、学校とかいろいろ考えるけど、リスナーかいってなるじゃん。でもまあ、和道って呼んでる時点でリスナーなんだけど。あと、一番いらないアピールが、過疎生主の、僕も生主やってるんですが、一番ちょっと腹立つ。これわかんないでしょ、みんな。これわかんないでしょ。
これはわかるかな。僕も生主なんですアピールすげえやだ。うん、すげえつらい。だってそれから広がらないんだもん、何も。わかる？わかる？すげえ、なんて返すのが正解なの。こうちょっと経った1分ぐらい喋った後、あ、僕生主やってるんですよ、頑張ってねえだよ、あ、そうなんすかとか、へえとかさ、言いようがないよね。頑張ってくださいみたいな。頑張るもんでもないけど。よしきさんいらっしゃい。おはよう。なんかあれつらいよな。なんでそれアピールするんだろう。はいはい、よろしくお願いします。なのはさんいらっしゃい。もし面白かったらでいいんでフォローしてください。うん。あと LINE とか来るじゃん、やっぱりこんだけ LINE してくんじゃねえ、 DM してくんじゃねえって言ってんのに来るじゃん。どうもはじめまして、和道さんリスナーです、ところで私のことどう思います、病気だと思う、心に病を抱えていると思う。なぜ俺がお前のことをどう思ってるかっていう発想になったんだっていうね。いや、対等だぜアピールっていう感じじゃないんだよね。なんか僕もやってますよみたいな、そういう感じじゃない。もそういう上からの感じじゃなくて、俺もやってるっすよみたいな。だからなんだよみたいな、なんなんだよそれっていう、なんだろう、対等だぜアピールではないんだよな。うん。え、解放のネーミング、和道にかぶせた。続けて読むと和道解鎮、和道解放。え、怖い怖い怖い、鳥肌立ったんだけど。すげえ、すごい、ヨシキさん、それやめて。すげえ、鳥肌立ったんだけど、俺。和道解放ってあんの？なんかね、解放っていう小手半変えろってずっと言ってたんだけど、かたくなに変えなかったんだよね、解放。いや、でも出会う前から、だから、解放だったから、多分それはないと思うよ。あ、これ和道解放とも呼ぶんだ。怖っ。なんか鳥肌立ったんだけど。いや、なんか怖いわ。やめて、それ。いや、だからさ、いや、どう、そういうことなのかな？サッカー選手に、俺もサッカーやってますみたいなことなのかな？あ、そういうノリか。そういう、ディスティニーってコメントやめて。ディスティニーはやめよ。あの、いや、サッカー選手に、あ、僕、あ、そういう感覚か。そういうことか。イチローとかに野球少年が、僕野球やってるんですよか。あ、ようやくわかったわ。ようやくわかったわ。それ言うわ。言うわ。うん。そういうことか。なんなのこのアピールって思ってたけど。なるほどね。あ、今わかったわ。亀仙人ありがとう。うん。そういうことか。え、普通に和道解放で解放だと思ってたの？いや、俺知らない。それ今度解放に聞いてみよう。怖いんだけど。え、それは可愛いじゃん。それは可愛いじゃん。和道さん、僕も配信やってるよっていう目線だったら、頑張れよって言うから、肩をくって持って、頑張れよって言ってあげるよ。頭撫でて帰るよ、俺は。待ってるよ。待ってるからね。そういう対応するわ、じゃあ今度から。うん、待っててね。待ってるよ。
いや、勝手に赤い糸結ぶのやめて。でもなんかその解放が弟子って言ってるけど、弟子のエッセンスゼロなんだよな。うん、なぜあいつは俺に和道一門に入ったのかよくわからない。和道イズム全然継承してないんだよね。子供に和道さんみたいになるって言われたら嬉しいけど微妙な気分。なんだ微妙って。何人の生き方にケチつけてって。和道さんみたいになるっていう子供いないと思うよ。俺の放送キッズが理解できるはずないもん。もう完全に30歳以上だから、子供が俺の放送、若くてたまに意識高い24歳とかいるぐらいだよ。まあ27でも若手でしょ。まあ10代絶対いないよ。10代いない。子供いないのかよ。もう怖いわ。ホラーだよ。そこまで来るとホラー映画だよ。うん、なんだその話、怖えよ。ルーツな、何の話だ。ただ俺のこと微妙ってディスっただけじゃねえかよ。中島みゆきかお前は。あ、想像しちゃう。映画見たいな。すげえ無駄遣いしたい。すげえなんか無駄遣いしたい時ない？ドルさん元気っていうか、まあまあ大丈夫だよ。うん、元気よ。元気元気。ミキさんいらっしゃい。もうね、多分4月に復活だから、あと1週間ぐらいだね多分。お腹減った？知らん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 。俺お母さんじゃないから。うん、で俺はだから俺が理想とする放送ね、俺がそうだったんだけど、まあ今は違うけど、お母さんが寝てる時間帯にイヤホンをさして真っ暗な部屋でこうやって聞いてた放送ってあるでしょ。テレビのことね。こうやって、そのなんつうんだろう、自分とテレビだけでつながってる世界観ってあったじゃん。今スマホだから全部がそうなってるんだけど、誰かに自慢したい放送じゃなくて自分が入り込む放送みたいなのってある、放送っていうかテレビとかあったじゃん。ああいうものになりたいね。なんか強烈な影響を与えるようなさものってなかった？うん、はい、おはよう解放。うん、オールナイト富士とかだ、そういう番組、そういうものになったらいいなと思う。だからすごいなんか影響を与えるものっていう、視聴率取れなくてもすごく深く突き刺さるようなのが俺は好きだね。うん、マイチングマチコ先生とか、いやいや本当にギルガメッシュ、トゥナイト、電波少年とか、要は親が見るなっていうもので、親が見るなっていうものって見るべきものだと思ってるから、親が見るなって言ってんのに見たいものっていうのは俺は素晴らしいものだと思うね。うん、そういうものになりたいね。もし子供が見てくれるんなら、子供っつってもまあ大学高校生でもついてこれないだろうな。まず高校生学校行ってるしね、この時間で、うん、通学中だもんね。うん、和道さん頑張って。いや、俺の一番嫌いな言葉ぶっこんできたな。ミキさん頑張らないから。どこ目線？ミキさん。いきなり何？ミキさん。俺頑張ってって言われるの本当に嫌いなんだけど。何？
いきなり。キラチュー面白いかんね。あ、でもあれじゃないの、あれになってんじゃないの、おすすめ規制になってない、泳がされてんの、また運営さんに運営さんに遊ばれてんの。まあまあ、あー伸びてるね、うん。春休み水、今春休み中の、はい、わざとエンビーいらっしゃい、ごめんっつって、いやいいんだけど、な、何をいきなり頑張ってんの。俺が和道の門に入るときは頭丸めるくらいの意気込みで入る。いや俺ね、俺ね、弟子入りしたいって思ったこと何回もあるけどね、世代的にもう無理だろうね、 SNS が出てきたから。いや、あのね、ちょっと表現が難しいんだけど、弟子に入るっていいことだと思うんだよね。俺だから自分の中でいろんな師匠いるよ、いろんな、勝手に心で勝手に師匠だと思ってる人いるよ。でやっぱね、カバン持ったりとかそばにいることって大事だよ。あの、俺はそういう風にやってきたね。カバン持ったりビタビタにくっついて、もう呼吸の仕方まで盗むっていうか、それくらいビタビタに盗むシーフだよね。そういうのすごく大事だと思うよ。一番ね、吸収が早い。どこのタイミングでタバコ吸うかとか、そういうのも大事だと思うんだよね。どうやって生きてるのかっていう。一人だけやっぱり今でも弟子入りしたいっつうか、町山さんはちょっと1年間2年間ぐらい本当にね、あのスタッフさせてもらいたいなと思うことあるね。一回区切りつけて、アメリカ行かないと無理だろうけど、町山さん好きだわ。懺悔室はあれ、教会だったら、日本の教会はないかもしれないけど、怖いから無理の牧師さんに聞いてもらうやつでしょ、うん、こんな悪いことしました。だって俺毎日放送懺悔室みたいなもんなのね、まあ、神様じゃなくてリスナーさんに聞いてもらってるだけだけど、基本的になんだろう、痛いこと、悲しいこと、辛いこと、嬉しいことは全部ここで話してるかな。そうそう、映画評論家の町山さんは俺の理想系の一人でもあんのね。あの、好きな人っていうかメンターって言うんだけど、あの、この人の生き方かっこいいっていうのの中で結構高いレベルっていうか、その俺の中の何人かいる中でもすごい、あ、この人の生き方かっこいいなって思うね。キューちゃんが一番怖えだろうがよ、会ったことないからそういうこと言えんだよ。アーメン、アーメン。キューちゃんめちゃめちゃ頭いいかんね。あれさ、ヤギってさ、顔がヤギに似てるっていうディスじゃなくて、すごい高等なディスなの知ってた？みんなキューちゃん牧師って知ってる？アーメン、まあ知ってるよね。ニコ生で超有名で、毎日アーメンアーメンって言って、そのまあそのキリスト教の中でもカリスマ派っていう、すごい尖ってる、まあちょっとギリギリカルトみたいなところがあるんだけど、キューちゃん牧師なんだけど、ヤギってあれものすごいディスなんだよ。顔がヤギに似てるっていうのもあるんだけど、それでヤギって書いてるんだと思ってるでしょみんな。違うんだよ、サタニスト、サタニズムのサタンのさ化身なんだよヤギって。だからヤギがさ、こう座禅組んでこうやってるさ、なんか悪魔崇拝マークとか出てくるでしょ。だから本人をヤギで似てるっていうのは、顔がヤギに似てるプラスすごいインテリなコメントなんだよ。あれサタニスト、サタンだよって言ってんの。意味分かってた？それのすごい、あそこのヤギっていうコメントはインテリなコメントなんだよ。あれ
でしょ、顔がヤギだと思ってたでしょ。本人がめちゃめちゃキレるコメントなの、あれは。煽りでもあるの。ただのヤギ顔っていうディスじゃなくて、お前悪魔崇拝者だろっていうディスでもあるの、あれは。だからニコ生のコメントってそういう、そのなんつーのなんつーの、なんかもうそのインテリ層も笑わせるっていうかさ、その全力で煽っていくところが面白いんだよね。はいはい、おはよう。ヤギさんおはようございますってコメしたのはもう最大の煽りだよね。ヤギに似てますねっていうのは、お前悪魔に似てるねっていう最大の煽りだからね。だからそのヤギヤギって書かれるとどんどん発狂していくんだよ、キューちゃんは。キューちゃんめちゃめちゃ頭いいから。そう、高度なコメントだよね。そう、だからそのダイレクトに煽るっていうのは結構下手なんだよ。そう、なんか幼稚なんだよね、そのなんかこの笑い、なんつうの、高度なコメントしてくるやつたまにいるよね。悪コメっていうからねディスコメのこと悪コメっていうから。アイオーとあのキューちゃんの絡みが好きだったね散歩配信の時にアイオーが待ち伏せしててキューちゃんをディスって帰るっていうのがすっげえ面白かった。アイオーって知ってる？みんな。アイオーの初回登場から俺もうアイオーがすげえ面白いと思って、半端じゃなくディスって言って、キューちゃんがどんどんイライラしていって、最終的になんか公園のほとりで、キューちゃんって朝外配信するのよ。で散歩しながら、そのイエス様がとか言いながら歩くんだけど、アイオーっていうやつが来て、公園でコーヒーでも飲みながら話そうって、でその地獄についてとかアイオーとかバンバン煽っていくの。そしたらもうキューちゃんが苦笑いしながら、それはですねとか言って最初やりとりしてたんだけど、もう 2,3 日目とかもうアイオーのなんか煽りが煽りだって気づいて、もうなんか角笛とかブーとかいきなり吹いたりとか、すげえ面白いんだよ聞きすぎて角笛吹いちゃうんだよ、ブーっていうなんだこの放送みたいな。それをそう理解できる直感力があるかっていうか、リテラシーがあるかどうかなんだよね。そう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 、自転車乗ってこけた時ね。な、俺はだいたいそのね、子供の頃から癖なんだけど、小説でも、小説、アニメ、漫画、放送でもそうなんだけど、どんな物事もハテナマークが出る時ってあるじゃん。なんでこれこうなってるんだろうっていう時、徹底して調べるタイプなの。辞書引くタイプなの。知らない言葉出たら辞書引くっていう癖ついてたから、あの調べるとか。だからね、あ、たまに言われるじゃん、なんでそんな雑学多いのって。多分そういうタイプの子供だったね。ハテナマークがちょっとでも出るとそれを解消しないと次いけないタイプの。だから物語を読み終わった時とかにもうだいたいなんつうの、コンプリートできてるみたいな。である程度その何個かの作品とか古典とかを読んでいくと、新しいものが古典からの引用だっていうのが分かるタイプの。あー、まあ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 、それは寂しいよね。あ、だからあれだよ、よく言われてるのが知能指数が10ずれると会話ができないっていう。だから大学教授の話と幼稚園生って全く会話にならないでしょ。あれと一緒で IQ がずれると面白いところのポイントが変わるのよ。だからしょうがない、それは。バカっていうよりも知能指数が合ってないと人間関係が成立しない。これしょうがない。あ、うちでアンチコメント書いてるのなんか全員パッパラパーじゃん。もうなんかもう苦笑いしかできないじゃん毎回。だからもうアンチコメントが出てきたら、あ、かわいそうな人なんだなって思うようになってきたよね、だんだん。おはよう、めぐちゃん。
いや、俺、バカなのは罪じゃないんだけど、バカをバカだっていう自覚できないのが一番の罪だと思ってんの。バカなのはいいんだよ。バカなのに気づいてないのが腹立つの。本人が。俺だって自分でバカだっていう自覚あるもん。俺は。なんでこいつ俺より頭悪いのに気がつかねえんだっていうのに腹が立つ時がある。バカにマウンティングされると殺意湧くよね。おう、カズ、おはよう。おはよう。バカなやつほど人をバカにする。地獄絵図だよ。ただの地獄だよ。バカですけどお願いがあります。じゃあね、世の中にいいバカとバカが悪いって話なのよ。おはよう。眠い。寝てなかったからね。何、お願いがあるって。どうしたの、ルーツ。チェインギャング。 このタイミングで、このタイミングで俺ギター弾いて大丈夫なの？いや、ちょっと勘弁してくんね。ちょっと勘弁してくんね。166人いて閲覧半分にする自信あるから、ちょっとこのタイミング、今温まってきたし、今リスナー集まってきてるタイミングなの。ごめん、ルーツ。俺の歌は閲覧が減るんだ。今度歌う、必ず歌う。もう本当になんか60人時とかにしよう。60人ぐらいとか80人ぐらいの時だったら別にどうなってもいいから、今はすごくオープニングで温まって160人で閲覧2位で、この後便所太郎さんが放送枠上げるから、1時間半でどれだけいけるかっていうタイミングだから、ごめんね。申し訳ない。ポー、おはよう。頭悪いバカ、おはよう。いやいや、やだ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 。稼げるうちに稼ぐんやで。仕事だから、仕事。チェインギャングいい歌だよね。ごめんね。もうグダグダの時リクエストして、グダグダの時。朝はね、大事なの。旦那が育児に協力してくれず、産後うつになりかけてどうすればいいか。まあ、知らねえよ。マタニティブルーっていうのはそれじゃないよな。いや、それはリスナーに聞いてくんね。俺だって出産したこともなければさ。スーさん、おはよう。ボツさん、おはよう。なんつうの、なんつうんだろうな。俺子供育てたことねえし、旦那がサイコパスすぎる。いや、そんなこと言われてもな。そんなこと言われても、いや、誰かなんかないの。いや、期待したらダメっつうか、そんなもんじゃないの。子供まあ好きだね。まあ別に好きだね。アイバドツ、おはよう。
いや、そんなもんなんじゃないの、男って。いや、よく言うのが、本の脳科学の話、脳科学の話じゃないよな。腹立つって話だもんな。いや、まあ、脳科学の話で話すと、女の人ってホルモンが変わるわけよ、出産するときに。だから、妊娠をして出産をしたときに、勝手に母親になれるんだって。生物として勝手に進化するんだって。ホルモン変わって脳が変わるから。でも男の人って、なんつうの、自分で努力しないと親父になれないんだって。悩める乙女のしゃべり場、いや、もういいんだけど、別にいいんだけど、俺に言われても分かんねえから、先輩に聞きなよ。主婦勢に。あんころとか、子育てしたことある人に聞いてよ。大人は、男は徐々に父親になるっていうか、男無責任だよね。いやいや、女の人が変わるっていうのは分かるよ、性格が。前の私じゃないっていう。で、産後、多分ね、普通にしてるだけなんだよ、多分旦那さんは。普通にしてるつもりなんだけど、多分ね、数がピリピリしてるんだと思う。数が子供にガッて入ってる時期だから、でもなんでってなってるんだと思うの。言いなよ、普通に。手伝ってって言わない限り男動かないよ。前よりおかしくなったの。婦人部に聞いた方がいいよ。で、多分なんだけど、俺数が言わないで溜め込んでるんだと思う。なんでよ、なんでよってなってるから、それバーンって出てくるから、そうじゃなくて細かく伝えなよ。手伝ってって。それで手伝ってくんなかったらブチ切れていいと思うの。大変だから手伝ってっていうこと大事だよ。普段から伝え、俺、だからのんちゃんともそうしておけばよかったっていうか、俺はそうしてたんだけど、言葉で言うことって大事よ。以心伝心なんかないから。いや、だから旦那が前と変わらずに怒ってるっていうか、変わらないのが普通なんだって、男からすると。だから逆に言ったら旦那さんからすると数が変わっちゃったんだよ。で、それで喧嘩してもダメじゃん、数。それで喧嘩しても良くならないじゃん。わかるの、わかるの。要は視野が広がっちゃったのよ。子供が生まれて母親になったから。でも、急に親父になれないよ、やっぱり。消えろ、カス？何？何？何？消えろ、カスって何？何？え？クソ野郎に消えろカスって何？全然意味わかんないんだけど。誰の話をしてんの？言葉で言った方がいいよ。もっと父親として自覚持って何度も言わないと。いや、そういう、あ、オッケー。カズね、今だからこそ多分カズに役立つのはあるよ。そういう人間関係を修復するアドバイスで、昔よく言ってたのがあるんだけど、カズさ、アイメッセージとユーメッセージって覚えてる？アイメッセージ、ユーメッセージって覚えてる？俺よく言ってたんだけど、人とうまくコミュニケーションを取るための、夫婦間の修復をするための、実はプログラムなの、これって。俺、コーチングの時に使ってたんだけど、なんでこうして、かず、冷静になって客観的に聞いてね。これ人間関係が壊れる人の喋り方なんだけど、なんでやってくんないの？なんであなたは動かないの？なんであなた宿題しないの？なんであなた子供の面倒見ないの？なんであなたそんなになってんの？誰々はやってるよ。周りの人やってるよ。誰々はやってるのに、なんであなたは？これ言うメッセージっていうの。あなたはなぜこれをしないのかっていう指摘の仕方をする。喧嘩になるときって大体これなの。あなたはなぜって。あなたは、あなたは、あなたはっていう、言うね。言うメッセージっていうの。OK。で、これって絶対に伝わらないの。言われてるときみんな不快なオーラ出なかった。
もう今聞いてた人、あ、わかるっていうか、なんか、うわ、自分のこと言われてるみたいで嫌だってなったでしょ。で、教育者とか、コミュニケーション能力を取る人が上手い人ってどういうかっていうと、聞き方、言うメッセージ、そう、ハムカツさんありがとう。アイメッセージって言うんだけど、私はあなたが子供の面倒を見てくれるとすごく嬉しいし、すごく助かるよって。これ目的一緒なの、わかる？伝えたい本質は一緒なんだけど、言葉を言うに変えるか、愛に変わるかで印象がだいぶ変わるんだよ。わかる？これ別に男女間の問題じゃなくて、教育とか人とのコミュニケーションの問題なの。で、特に、すれ違った夫婦とかに有効だっていうふうに言われてるんだけど、私はあなたが育児を手伝ってくれないのが悲しいっていうの。これ伝わり方違うでしょ？ねって。あなたがそうやって子供の面倒を見てくれないのすごく悲しい、私は。わかる？私はあなたが手伝ってくれてるのすごく嬉しいよ、悲しいよ、楽しいよ、辛いよって。要は自分の気持ちを伝えるの。冷静に。これは伝わり方が変わるの。要は、物事の伝え方の情報伝達の話なの。で、これは両方ともできないとダメなの。両方とも。これすごく大事だよ。野田てるさんはコツ。だから、それはやってみるといいかもしれないね。うまくいくかどうかはわかんないけど。アイメッセージ、ユーメッセージっていう。箇条書きもすごく大事だね。そう。なんであなた子供やらないの？って言われたら嫌じゃん。そう。いや、わかるわかる。それが俺はわからないのよ。わかってあげたいけど。それは、数のことわかってあげたいのね。すごく。でも多分それはホルモンであったりとか、母親になるってそういうことだと思うの。数自身が。でも、なんていうのかな。数は多分求めてることはそういうことじゃないと思うよ。イライラをぶつけたりとかじゃなくてさ、分かってほしいし、協力してほしいし、子供に愛情、って一言で言うなら俺はただ単に子供に愛情を注いでほしいっていうところだと思うの。子供になんで、この人愛してないの？自分の子供っていうイライラから全部来てると思うの。でも、旦那さん目線からすると、数が過剰になってる風に見えるんだと思うけど、それが母性でもあるわけだし。でも、本能を超えないとダメよ。そう。でしょ？正解でしょ？数は子供生まれたばっかりで、それは本能だから、動物としての。子供を守るっていう。そう、産後は仲悪くなりやすいどころか、俺はそれで別れたからね。産後に俺は、もう二度と会いたくないって言われて、もう本当に会ってないからね。だからそういうことになっちゃうんだよ、カズ。方法と選択とを間違えたら。だから、なんつうんだろう。まあまあ、いいんじゃない？喧嘩しても。旦那が少し何かするたびに過剰に褒めるようになった。あ、そうだよ。男ってシンプルだよ。すごく正解だよ、亀仙人。男って女の人が思ってるよりバカだからね。褒めてごらん。めちゃめちゃ動くよ。すごく賢いね、亀仙人は。なんでこの人はっていうか、いや、だから、いや、数の本能なんだよ、それは。でも、世の中、じゃあ分かった。数、よくコメント欄見てて、出産と子育て経験した人、こんなもんだよって言ってあげて、数に。もういい。OK。女の人、出産した子育てしたことある人、数にリプ飛ばして、そんなもんだよって。絶対そんなもんだから。全員そうだったはずだから。そんなもんだよって言ってあげて。いや、褒めると動くでしょ。男ってバカだから。
いや、そんなもんでしょ。そんなもんだったでしょ、みんな。多分。通過儀礼でしょ。女性は変わるんだよね、別に。男目線からするとびっくりするぐらい。妊娠してからじゃん、産後っていうか。いや、俺やっぱ結婚無理だわ。そんなもんでしょ。褒めても動かない おはよう、さつきちゃん。おはよう。ああ、そんなもんよ。褒めるっていうわけじゃなくて、俺は褒めるとかじゃなくて、数の気持ちを素直に伝えることが重要だと思うよ。悲しいとか、あなたが子供の面倒を見てくれないと悲しい。っていうことと、あなたが子供を抱いてくれてると嬉しいとか。もう、気持ちを私はこう思っているっていうのを伝えた方がいい。要は、旦那さんは気づいてない。タバコやめてよとか言われるけど、やめないかな。ああ、バーベキューにやめろって言ってくんだ。だから言ってやればいいんだよ。だから奥さんがアイメッセージで、あなたがタバコ吸ってると悲しいって言われたら、俺はお前にタバコをやめろと言われて悲しいって言い返してやればいいな。そう。で、お前はとかあなたはっていう言い方じゃない。はい、ワードツー。お前はあなたはどうしてとかこうしてじゃない。こうしてほしい。こうしてくれると嬉しい。こうしなかったら悲しいってだけ言えばいい。新入社員、経営者だな、さすがだな。まあ、ねえ。まあ、俺も、ちょっと、ねえ、子育てしたことないから、あれだ、聞いてやることぐらいしかできないけどな。ああ、もう、それは病気だね、すずね。私の味付けが気に入らないのって。 マヨネーズぐらい取るだろ。 いや、そうじゃなくて、カズね、もっとね、子供の目を見に行きなさい、今。全部吹っ飛ぶよ。子供に対する愛情は裏返ったらダメよ。表裏一体だから。それはすごくいいパワーを持ってるから、パワーはマイナスにもプラスにもなるんだよ。だから、スター・ウォーズとかってさ、ダークサイドに落ちるとか、聖なる力を持ってるとダークサイドにも行くんだよ。でも、それってさ、本来は子供に対する愛情じゃん。子供に対する愛情でしょ。だから、パワーはうまく使った方がいいよ。プラスにできるはずだから。生活保護のことを、まあまあ知ってますよ。はい、いってらっしゃい。みーすけ、花火ありがとう。いってらっしゃい。今、預かってもらってる。まあ。あと、ちゃんと話をすることって大事だと思うよ。15分だけでもいいっつって。いや、息抜き大事よ。息抜き大事だよ。だし、孫だから、絶対もうばあちゃんに任せりゃいいんだよ、そういう時は。孫なんだから、もう目に入れても痛くねえんだから、じじいばばあからしたら。いいんだよ、預けて。いいの、いいの。
そう、手抜きしなさい、もっと。発達障害が生活保護を受けてるんだけど。で、どうした？発達障害があって生活保護を受けてる。美味しいケーキでも食べて。まあいいのいいの。おはよう、今井さん。おはよう。あ、ハートありがとう。今井さんありがとね。おはよう。疲れてる時に寝た方、寝れる時に寝た方、大変らしいよね。もう、夜泣きとかね。それはね、大変だよな。子供を産む人も親、子供を育てる人もまた親、子供から見れば育ててくれる人にこそ真の親なのです。いや、子供なんかほっといても勝手に育つでしょ。 こういうところがサイコパスだって言われるんだけど、俺ほっといても子供なんか勝手に育つと思ってるからな。なんか教育ママになりそうだな、カズナ。ああ、まあ、それも含めて人生でしょ。成人式の時ね、とか、卒業式とか、母親号泣してるもんね。ブワーってなってるもんね。まあ、いろんな楽しみが待ってる。あ、でもね、写真いっぱい撮ってあげな、カズ。俺、一個アドバイス。写真をたくさん撮ってあげな。で、なんか、Google のドライブとか、まあ、ハードディスクでもいいし、Google のドライブでもいいから、写真いっぱい詰めてあげな。写真いっぱい撮りな。まあ、小さいうちはほっといたら死ぬか。そっか。そりゃそうだな。コミュニケーションがうまく取れなくて、仕事がなかなか続かなくて、働きたいけど、昔以上に働けって言われなくなったけど、発達障害だからって差別なのかな。障害者手帳持ってる？マー君。障害者手帳持ってる？持ってるか持ってないか教えて。子供を育てながら自分も親に成長していく。あ、まあそうだろうね。いや、カズはバカ真面目なんだよ。バカ真面目だし、もう可愛くて可愛くて、多分ね、プレッシャーになってるっつうかね、そういうタイプの。もう子供大好きタイプなの。まあそりゃそうだよな。母親みんなそうだよな。養育手帳。そんなに若いの？養育手帳。養育手帳っていくつだったっけな。ちょっと待ってね。障害者。マー君いくつ？差し支えなければ。ティーン、10代ってこと？え、働けって言われてる？養育手帳。ああ、知的障害があるってこと？なるほど。OK、わかった。マー君ね、差別はされてないよ。大丈夫だよ。33か。OK。差別はされてないよ。手帳を持ってる人は、生活保護のケースワーカーは働きなさいって言わないように、指導が出てるはず。だから気にしなくていいよ。差別はされてない。ああ、気にしなくていいよ。手帳を持ってる人には働けって言わないで、多分通院しなさいって言われてるはず。
それが普通だから。逆病院通ってねって言ってるぞケースワーカーが。だから気にしなくていいよ。どうなんだろうね、うん、ああそう、うん、通院してればいいよ。差別はされてないから、うん、気にしない気にしない、うん、うん、だから病院にちゃんと通ってお医者さんの言うこと聞いてればうるさく言われないから、まあまあ感情的になるのは人間だからいいんだよ。別に感情的になったって。でもなんだろう、なんだろうな、旦那さんは旦那さんが悪気があってやってる感じじゃないっていうのだけフォローはしておくかな。男はバカだって思っておきな。男はいつまでもバカだから、多分好きなことやってんでしょ、ネット見てるんでしょ。言われて初めて気がつくから優しく言ってあげな。それがね、ガーって言われちゃうと旦那さんの方にもストレスになるから、お互いチェインギャングどんだけ聞きたいんだよ。初見さんよろしくお願いします。竹爺さん、もしよかったら、面白かったらでいいんでフォローよろしくお願いします。コメントありがとうございます。和道です。うん、昼夜逆転して27時間起きてぐっすり寝ても、次の日からまた寝れなくて昼夜逆転。それはね、もう俺もずーっと戦ってるね。でしょ、ずーっと2ちゃん見てるんでしょ。うん、だから冷静にね、そこはで早めにちゃんと時間作るのがいいと思うよ。ちょっと話がしたいっつってちゃんと話すことって重要だから。うん、大事よ。ね、男の脳みそと女の脳みそ解明してる本がそれに書かれててすごい面白かったんだよな。なんていう本だったっけ、地図が読めない男とか、なんかそんなタイトルの本なかったっけ、なんとかな女みたいな。タブレット割ったらダメよ。うん、何の問題、微妙な問題、精神科のデイケアに通うと就労支援されちゃう？何の話ですか？竹爺さん何の話？ああ、睡眠障害持ってるってことね。俺も同じだからな。いやもうそれは合う薬探すか、俺みたいに開き直って起きたい時に起きてって。でも無理だよな、俺のねライフスタイルはね、人に勧めらんない、むちゃくちゃだもん。起きたい時に起きて寝たい時に寝る仕事をしようって結構パワー技だからな。はい、初見さんおはよう、みかりんさんありがとね来てくれて。
面白かったらフォローしてください。和道です。よろしくお願いします。Men are from Mars, Women are from Jupiter's。 なんで日本語タイトルの方で頼むよ。なんであえて英語タイトルの方なんだよ。そうそう、おはよう。コメント流れちゃうな。面倒向かって話すると話がまとまりにくいから、伝えたいことをやっぱり書いてもらう。まあまあそうだね、箇条書きはいいよね。和道さんの放送を聞きながら仕事向かってたら、今ブラジャーつけてくるの忘れたのに気がついた。やばいや、それはダメでしょ。ブラジャーはつけようよ、亀仙に。おはようメリンコ、肌ありがとう。あ、分かりやすいね。うん、俺は海保殺そうと思ったからね、あの時。うん、ベストパートナーになるために、ジョン・グレイか。その本読んでみるといいんじゃない。話を聞かない男、地図が読めない女か。あー、ありがとう。カルビーで働いてるんだ。乳首に絆創膏貼れば。コンビニで絆創膏買って、でっかいやつ、乳首に絆創膏貼れば。それでどう？ダメなの？絆創膏に収まらない乳首だったら2枚貼ればいいんじゃない？収まるの？収まらないの？収まるのかよ。それを聞いてんだよ俺は。収まるのか収まんねえのかだろ。でもなかなかナイスなんじゃない？ガムテープとかさ、収まるのかよ。まあいいけど。じゃあそれで、いや、それしかなくない？ブラジャー忘れたら。はいはい、また来てね、ありがとう。でも天才だよね、主婦の育児の悩みからブラジャーを忘れたノーブラ T シャツに対する対応。こんな放送ありますか？こんなにインテリジェンスな放送がかつてあっただろうか。ふわっちにこの一瞬で悩みを解決する凄腕の配信者。イエスワドスト。あ、乳首陥没乳首なんだ。それ大丈夫とかいう問題じゃなくないか。陥没乳首だったらブラジャーつけなくていいっていう話はない。いや、絆創膏結構神がかったヤフー知恵袋でもなかなか出てこないベストアンサーだと思うんだけど。いや、ベストアンサーじゃない？めちゃめちゃかっこいいと思うんだけど、絆創膏スッと気遣い。いや、すごくないですか、この一瞬でこの回答を導き出す。OK Google、乳首の隠し方って言ったら、見当たりませんでしたって言われるでしょ。 OK Siri、 ノーブラどうする、聞き取れませんって言われるでしょ。いやいや、そういう問題じゃなくて、お腹が空いたんですか、どうすればいいですか。飯を食う以外に方法論俺知らないんだけど。腹が減ったら飯を食う以外の解決がない。あ、でもここでまた和道ちゃん天才だから出てくるけど、実は空腹って水分が不足してるだけの場合ってあるの。だから空腹時に一杯のコップ水飲むだけで空腹が収まるっていう場合があるの。だから良い子さんは今すぐ水を飲んでみましょう。それでも腹が減っていた場合は本当の空腹です。ご飯を食べましょう。
そう。これね、デブにあるんだけど、水分が不足した時に腹が減ったと錯覚して、飯を食べ続けちゃうっていう。水分入れると治ったりするんだよね。うん。いや、俺男だけどずっと乳首立ってる派だから。俺は逆に、だから陥没派の意見はわからないよ。はい。あ、たくさん水飲んでる。じゃあご飯食うしかない。飯を食うしかない。キノコの里男食いしてんの？でもね、キノコの里とタケノコの山だっけ？もうさ、そのタケノコの山ってもう売らなくていいと思ってたんだけど、案外ありだなって思い始めたよ、最近。タケノコの山あっての、まあ、キノコの里だねっていう寛容な精神になってきたね。買わないけど。なんだっけ？ 5.55% だから60%ぐらいもうタケノコの里が売れ続けてんだよね、未だに。で、タケノコの山は滅ぼせ派だったの。織田信長みたいなスタイルだったんだけど、でもね、俺も大人になったよね。タケノコの山あってのキノコの里。タケノコ派だね、俺も。いや、タケノコ派なんだよ、全員。いや、だから全員タケノコの方が売れてんだもん。だから、キノコの、でも、キノコの山をなくせばいいっていう単純な問題じゃないんだよ。タケノコの里ピンではダメなんだよ、やっぱり。ああ、もうわけわかんなくなってきた。反対になってきた。ああ、ごめんごめん。なんつうんだっけ、ゲシュタルト崩壊っていうやつか。私はタケノコ派だったけど、キノコたまに食うとクッキーサクサク感いい。ていうかね、あれはね、多分ね、無理くり、タケノコの形にしてるのが良くなくて、タケノコの棒を、ザクザク感で、チョココーティングしたら絶対うまいんだよ。その方が思わない？ごぼうの皮っていう商品で。それ、ただのポッキーなんじゃないかっていう疑問はさておき。俺だったら、革新派だから俺は。ごぼうの皮を売り出すね。ごぼうの皮。いや、だから、タケノコの里？タケノコ、うん、じゃ、え？タケノ、うん？キノコの山。タケノコの里の方が美味しい。でも俺はごぼうの皮を出したいね。いや、タケノコの、もう、あ、ゲシュタルト崩壊してきた。やめよう、もうこの話。大人向けだね。ごぼうの皮は。大人のキノコの里あんの今。何それ？そんなのあんの今。大人のっていう、なんか、文字がつくだけですっごくエロくなるね。いろいろ試そうよ、それ。大人のキノコの里ってなんかめちゃめちゃエロくない？大人の午後の紅茶。エロ。朝からエロ。おやつありがとう。パフェありがとう。もしよかったらお気持ちいいんでアイテムいただけると嬉しいです。ぜひアイテムよろしくお願いします。ちょっと味がビターで、木の部分、タケノコなのに。え？エロいよね、なんかね。大人のリポビタンデー。あんまエロくないな。なんだろう、エロい。
大人のポカリスエット。エロ！エロ！大人のポカリスエット、エロ！えら、エロ！もっと濃い。いろ、もっとエロいのあるはずだから、全くエロくないのに大人のをつけるシリーズやろうよ。大人のカルピスはちょっとダメ。あー出てきた。大人のカルピスは普通にエロいじゃなくてもう下品。みんな言ってる。みんなカルピス入れてる。大人のカルピスは下品。大人のピルクルも下品。やめて。それはそこまで行くと下品。大人のお茶漬けね。風船ありがとう。大人のお茶漬け。お茶漬けは子供あんま好きじゃないからな。もっと、もっとその、なかった、その発想はなかったわっていう。その発想、カルピスはもうダイレクトだからちょっと下品。そういうのじゃない。もっとあるはず。もっと。大人の、コンビニエンスストアの中限定でやろうか。大人のソーセージも下品。大人の鬼ごっこ。きたー！大人の鬼ごっこだって。最高、ゲストさん。そういうこと。大人の鬼ごっこだって。何それってなるでしょ。あ、何それ。だって俺、歌舞伎町に入って、ちょっと奥に行ったところ、ちょっと小道曲がったところに大人の鬼ごっこって看板あったら入るもんね。絶対入るね。大人の鬼ごっこ。12000円。40分1万4000円。大人のうまい棒、大人の鬼ごっこは絶対体験したい。大人のカッパエビセン、なんだろう、大人の乾電池。大人の乾電池、なんだそれ。大人の乾電池ってなんだろうね。なんだろう、どんな商品なんだろう。ちょっと電池首入れてるのかな。何、大人の乾電池って何だろう。ありがとう、桜花火ありがとう、カルンおはよう、アドツー。大人のお菓子、大人の避けるチーズが大人のものだからな。大人のブラックサンダー普通にやってきそうだよな、あの会社。あ、違う。みんな、違う、思い出した。大人のブラックサンダーじゃなくて、ブラックサンダーの高級版あるの知ってる人手挙げ。今、売られてるの、大人のブラックサンダーかどうかわかんないんだけど、ブラックサンダー30いくらじゃん。60円ぐらいの倍ぐらいの値段で、全く同じ大きさの高いブラックサンダー食べたことある人。ある人いる？この中に。めちゃくちゃうまいよ。ブラックサンダーの高級版があるの今、コンビニに、セブンイレブンに。食べた？みんな。そう、大人のブラックサンダーで思い出した。あれうまいよね、竹さんね。もう音楽止めるよ、この話は。あれめちゃめちゃうまいよ、マジで。今すぐコンビニ走ろ。でもう5個ぐらい買っていい、俺は保証する。ちょっと高いけど5個か6個わしづかんでいこう。で、冷凍庫入れといて。あれは、うまい。まだ売ってんのかな？もう、あれ、期間限定かもしんないわ。うまいよ、うまいよ。いや、でも、ブラックサンダー期間限定があるから、白いパッケージだよね、竹さんね。いや、あのね、いいの。ちょっと、なんかラムレーズンみたいな香りとか、なんかビターな感じとか、ザクって感じじゃん。グッって感じじゃん。ブラックサンダー。それがうまいじゃん。ココアパウダーとか、もう、ざっくりじゃん。違うの。こうね、柔らかいの。歯ごたえが。サクッみたいな。なんか、高級チョコ感とか、フレーバーとか、こう、ツーンみたいな。ラムの香り、ツーンっていう。いや、今度食べてみるじゃなくて、もう、本当に今日買って。そこまでうまくないって言われてるって、どこで言われてんだよ。腹立つな。誰が言ってんだよ。連れてこい、この野郎。なんだよ、言われてるって。なんだ、レビューかこの野郎。
ググってばっかりでよ。誰が言ってんだよ。連れてこい、この野郎。おい。誰が言ってんだよ。そこまで上手くないってよ。インターネットですぐ検索してレビューばっか見て。おい、大っ嫌いだよ、そういうの。誰だ、言ってるやつ。出てこい、この野郎。食ってから言うよ、食ってから。知らねえよ、竹とか。味覚音痴だろ、こんなもん。え？ファミマのマカダミアクッキー？いや、ファミマのマカダミアの、あ、はいはい、あれ美味しかったでしょ？あれうまいんだよ。うん。大人のコンビニ？うん。まだ、引っ張ってるの？もう、ブラックサンダーで俺、話うまく変えたんだけど、大人のシリーズはもうこれ以上面白いの出ないっていう判断をしたの。そのブドウ糖先輩悪いんだけど、俺はプロなのね、配信の。これで一応飯食ってんの。で、空気的に大人のシリーズはこれ以上コメント欄から面白いものが出ないっていう判断で、思いっきり舵を切って、ブラックサンダーの方で無理やりその話題を終わらせようとした時に、まだ大人のシリーズを引っ張ってるが、で、その大人のシリーズを引っ張ってるのは、このコメント200人近く見てるだけなんで、ブドウ糖先輩だけなんだけど、攻めるの？攻めるなら付き合うよ。ただ、よっぽど面白い大人のシリーズ出してくれるんだよね。ブドウ糖先輩。いいよ、付き合うよ、俺は。やる？大人のシリーズまだ引っ張るかい？いいよ、いいよ。付き合うよ、俺は。ただ、損するのリスナーだよ。うん、はい、あだつ、おはよう。わかんない、ラグかもしれない、ただ電波の問題ではなくて心のラグだと思うけどね、俺は。すっげえ考えたんだと思うの、ブドウ糖先輩。僕、会心の大人を出してやろうっていう気持ちが来たから、あ、本気だなって思ったの。あ、考えてるな、本気だなって。来るのねって。もし大人の先輩がそんなに大人のシリーズ、あ、じゃあ、ブドウ糖先輩がそこまで好きなシリーズだったんだったら、とことん付き合うよ、俺は。とことん付き合うよ。はっちゃんいらっしゃい。もういいから、来いか、アルピス。オッケー、分かった。ないね。やっぱり楽しかったね。じゃあ逆にだ。分かった。チャンスを与えよう。子供のつけてみようか。逆に子供のをつけることによってエロくなることもあると思うの、俺。これが俺のスタイル。あ、和道さすがだわ。天才って言われるゆえんだわって。大人がつくのはエロくなりやすい。逆に、子供のをつけた時にエロくなるのをみんなで考えよう。逆に。大人の紙コップとか、もう大人を引っ張りすぎだっつうの。どうする？どうする？子供のおもちゃ？普通だわ、それ。おもちゃメーカーが、全部が子供向けだから。ダメダメダメ。子供のウイスキー。なんだろう、子供のウイスキーって。もうね、発想がダメなんだって。要はね、エロに持ってこうとするから、ダイレクトにみんなエロに行っちゃうの。電話とか、コンドームとか。あ、そういうこと。ミノムシさんが近いの。俺の感性に。子供のリモコン。いいよ。いいよ。その、会心の一撃ではないけど、ドカンとは来ないけど、かすったよね、今。チップしたよね、つって。子供のリモコン。あ、いいね、いいね。子供のティッシュ。いや、だから、子供の絵本は普通だから。普通なものは俺も処理できないから。それだったら大人の時に出せよ。それだったら大人の絵本だろ。子供のティッシュは、なんだろうな。子供のをつけて何かインスピレーション、なんだろうな。子供のがついて、
子供のお仕事、ああまあ悪くないね。子供の赤マムシっつって。あ、でも子供の男梅はいいかもしれないね。子供なのに男入れてくるっていう。もう俺嫌いじゃないな、なんか子供の男梅ってね。もはやもう子供なのか大人なのか男なのか女梅だよ、これからは。来た、女梅だ。そう、今足りない商品それだわ。女梅でしょあれ。だってフェミニスト激フェミニスト怒んないの、男梅が売れてて女梅はないのみたいになんないの。そういえば女性占領車両について俺は怒ってるよ。女の人も怒るべきなんじゃないの。女は梅食っちゃダメなのみたいな。そうだよ、男梅おかしいよあれ。もっとフェミニストは子供の加賀まりこ。めちゃめちゃエロいじゃん、子供のメリケンサックって。なんか映画、子供のメリケンサックは映画のタイトルにちょっと取っとくわ俺。なんかいいわ、子供のフリータイム、子供にキノコ、子供のベンツ、わかんない。なんか大喜利大会始まった。大喜利はコメント走りやすいんだよね、なんか。なんだろうね、子供の難しいね。子供のダブルベッド、ああ子供のダブルベッド、おいいね。なんか、子供の過払い金請求、返還請求。もうダメだよ。やっぱり大人ので、だから言ったじゃん、大人ののあのタイミングで、やっぱりブラックサンダーのあそこで舵を切った時、俺は判断間違えてなかったんだよ。だから言ったじゃん、事故るんだって、こっちが事故るんだよ。だから言ったら、あの時のブラックサンダーの、あの時の俺の切り返しは間違いじゃなかっただろ。正解が子供汁。ありがとう、救われた、救われた、子供汁で、ありがとう。子供汁はエロい、すごい、子供汁はすごい、いや子供汁はすごい。何それって、子供汁っていう発想ってすごくない？天才型だな、よいこさん。子供汁。あ、出た、ありがとうございます。あ、よかった、救われたわ。諦めかけたその時、子供汁はすごいね。子供汁はなんかすごいな、なんかすごいな。来年の流行語大賞とか取れるんじゃないの。ミミさん、ジョージャクシャン、ありがとう。風船、おはようございます。アイさん、子供汁。なんか子供汁、なんか松本太陽原作子供汁って言われてもね、読みたいよね。ありがとう子供汁だね。絶対松本太陽でしょ原作。いや子供汁はなんか深そうじゃん、なんか意外な展開になりそうじゃん。1巻と4巻の展開の差、最終巻大どんでん返し系だよね子供汁は。多分子供汁ってなんだよ。すごい、すごかった。映画、子供汁で映画作りたいね、ちょっとね。子供汁ってすげえな、日本語って面白いね。すごい可能性が秘めてるね日本語って。すげえ。何がすごいって、平日の朝9時半に
150人で子供汁だよ。すごいよね、うん、日本は平和だよ。働け働け、うん、暇なのかい、うん、でも今日なんか主婦多いよね。主婦多い、うん、主婦勢がちょっと、あ、っていうかあれか、主婦が多いんじゃなくて俺がこの時間放送やってなかったのか最近。いやいや、うちはあれだよ、あの本当に主婦とあの自営業の人が多いから、だからまあ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 休みの人もいるだろうけど、うん、休みだ、うん、主婦、お主婦の時はなぜか下ネタによる傾向があるんだよね。なんでなんだろう。そう、俺ね、夜中の枠よりもね、昼間とか朝方の放送の方が下ネタ系が多くなるんだよね。うん、雪かきなんだ、サボってるんだうん、まあまあ全然いいけど。あ、絆創膏どうだった、絆創膏はどうだったの、ナイスな、ナイスな感じだったの。もう絆創膏はありだと思うんだけど、どうなんだろうね。いや、絆創膏ど、いや、ど、うまくいくのかな。うん、亀仙人が絆創膏、子供の絆創膏なの、え、大人の絆創膏と子供の絆創膏どっち買ったの、どっちだよ、大人の方かこの野郎、うん、洗濯しながら聞いてんだ、いいね。今日は天気悪いよ、でも東京は、うん、違和感ないけど自分では貼られてる感あるあ、丁寧な感想ありがとう。大人の絆創膏なんだ、エロあー、なんか旅行か、なんか、なんか娯楽か、なんか俺どっか行こうかな、今日美術館行こうかな、どうしよう、なんか温泉行こうか美術館行こうか、貧乳に見える、いやそれは知らんけど、うん、それは知らんけど、なんか東京近郊でどっかなんかないかな、近場で異世界味わいたいな、プラッとなんかもう現実逃避したいよ、ちょろっと、なんかねえかな、温泉って東京から一番近い温泉ってどこなんだろう、温泉、サンリオピューロランドって一体どこにあんの、そう言われてみれば、東京桜咲いてるね、そう言われてみればサンリオピューロランドって一体どこにあんの、埼玉、俺行ったことねえな、サンリオピューロランドって確かにどこにあんだ、どこにあんのサンリオピューロランド、神奈川なの、行ったことないね、まあそれそうだよね、父親と母親がディズニーランドで働いてんだからね、行かねえよな、多摩センターなんだ、へえ。めちゃくちゃ癒されるのは女の人でしょ、俺ピューロランドこれで行ったらえーってなんない、ピューロランドに俺いたら嫌でしょ、わかんないけど、何、どんな施設があるのかわかんないけど、絶対こんなやついたらダメでしょ、子供泣くぜ多分、あ、何個かあるんだ、うん、いや咲いてるよもう桜、だから桜花火も売られてるわけだから、ジブリの美術館はね予約制なの、1ヶ月待ちぐらいなのよ、プラッと行けないの、ディズニーランド一人で行こうかな
ディズニーランド一人で行くっていう、ちょっと冒険してみようかな。俺一回も行ったことないの、一人で。え、どんな感じなんだろう。一人ディズニーランドやりてえ。え、一人ディズニーランドやってみようかな。俺勇気出して。ディズニーランドって配信できないんだよ。もう超有名なの。岡田斗司夫も揉めて、横山緑も出禁食らってんの。一人でディズニーランドってどんな感じなんだろう。ないよね。ある？一人でディズニーランドってかなり上級者だと思うんだよ。待ち時間つらいよな。つらいよな、絶対な。配信はもう絶対ダメ。一人で来た人に写真頼まれたことあるんだ。でも女の人じゃない？多分。絶対空いてるけど、じゃあ、どんな感じになるか、ちょっとシミュレーションしようよ、今から。一人で電車乗って、舞浜駅に着いて、東京駅で乗り換えでしょ？で、乗り換えだりーな、遠いんだよな、改札ってなって。俺何やってんだろうってなって、多分2チャンネルのまとめサイトを見ながらディズニーランド行って、舞浜駅降りる。あ、ダメだっつって、そのまま、左の方に行って、なんだっけ、施設、商業施設、あっちの方行っちゃうな。ダメだな、一人ディズニーランド、シミュレートしたけど行けないね。なんだっけ、左にある方行っちゃうだろうね、買い物の方。なんて言ったっけ、あれ、舞浜駅。イクスペアリーの方行っちゃうよね。いや、一人でディズニーランドはちょっときついわ。一人で女で来るディズニーランドで一人でいる女は絶対ブスだよ。 いや、やめよ、この話。 いや、一人でディズニーランド行ってるのなんかブスしかいねえだろ。年間パスポート持ってるブスだよ。絶対恋人いねえよ。ババアとブスしかいねえよ。そりゃそうだろ。なんでそんな、いや、そうだろ。だって可愛い女の子は一人でディズニーランド行くか？行かねえだろ。絶対もうなんか、干物みてえなババアのブスだろ。年間パスポートで。あ、鮫島さんと行ったら楽しそう。ディズニー。鮫島さんと俺のディズニーランドもなかなか面白そうだな。鮫島さん晩中だから暇だろうから。すっげえなんか面白そう。鮫島さん意外とはしゃぎそう。鮫島さんディズニーランド好きなのかな？一人は、でも人生で一回試したいな。一人ディズニーランド。それのレビューしたい。ブログに書きたい。ツイッターとかでもう長文、写真とかいろいろアップしていきたい。プーさんのハニーハントを鮫島さんと乗りたい。ネタになるっつうか、聞いたことないね、一人でディズニーランド行ってる男。水族館好きなんだよ。水族館普通に好きなの。だから、テルと美ら海水族館めちゃめちゃはしゃいだよ、俺。はしゃいだっつうかね、静かなところが好きなの、俺。発達障害聴覚過敏って言って、音がすごい聞こえるから、なんかふわーっとしてるところが好きなんだよね。水族館、美術館とか好きよ。池袋になんかあるね。プラネタリウム行ったことないんだよね。ああね、西ね。水族館デート、全然全然、俺は、だから静かなところ好きな人は好きだね。あ、どうしよう。スターバックスで、マック広げるに行こうかな。これ持って。スターバックスでこうやりに行こうかな。いい？この使ってないパソコン、もう起動してないんだけど、ス
スターバックスでずっとこうやってやろうかな俺。あの無駄にあの日経の株のチャートとか出してなんかグラフ出しとけばそれっぽいじゃん。ギザギザにしておこうよ画面を。なんかギザギザがついてたらできる感が出るから、うん、そうで、こうやってやりながらちょっと待って、これをこうやってやりながらこっちもうダブルね。俺クラスになると iPhone、 iMacBook Air のフラペチーノフラペチーノからの株価の LINE 開始のフラペチーノっていう、うん、スタバでドヤ顔を今やるっていう、うん、そう、AI 意識高い系、うん、でもうエア電話とか、うん、何、うん、うん、あ、そうなの、うん、オッケーってエビデンス取っといて、ピッて、うん、はい、もう完全に旗から見たらできる人、エビデンス取っておいてってめっちゃかっこいいっすねっていう、もうだから勝負しに行くの、そういう会話のやつのためにあえて近くにいた、声大きめになるの、うん、あ、もしもし、うん、エビデンス取れたっつって、うん、先方はなんて言ってんのって、うん、そう、専門用語の応酬エアなんだけど、エア電話なんだけど、うん、かわいそうな感じ。俺でも昔そういう遊びとかよくやってたよ、うんうん、ダブルはすごいでしょ。上級者、初見さんいらっしゃい。2秒で和道バレする、うん、いやだからリスナーに見つかったらクッソ恥ずいけどねなんかやってるあいつって、わざわなんかスタバでどうやってるわっつって、うん、それ写真撮られるんでしょ。で雑談たぬきかなんかにあげられるんでしょ。そのためのあの東京都迷惑防止条例の改正案ですよ。そこで、うん、なんだろう、なんかこう暇を潰したいというか異世界観を味わいたいね。異世界観何があるかな、何があるかな、うん、東京、例えば地方の人で東京って言ったらどんな感じなの。あえてと田舎の東京感をやろうよ。上京した時にやることやろうよ今日は。プライベートでそれ配信外でやるから、なんだろう、ベタな東京をやりたいな。なんだろう、マルキューってあれ女の人が行くもんでしょ。男のもの入ってないもん。マルキューはスカイツリー登ってないし東京タワー登ってないな。え、あれは何があるの。浅草は何回か行ったかな。東京タワーって何があるの中に。俺東京タワー登ったことないんだよね。ディズニーラジオ配信でもダメ、一発通報でもう前科があるから。もう横山緑が徹底的にもう次やったら裁判で訴えるとか念書書かされてさらにやったので、走って追っかけて走って逃げてでバックヤード連れてかれてくっそ怒られたかんね。だからディズニーのバックヤード、要は裏黒服出てきてガン詰めされてたもん。みどりさんがもう前科作っちゃったから、うん、無理無理無理。すごかったよねあれ。ドヤ街って何、浪人行館お台場だっけ。原宿行くよね。なんだろうね、なんで原宿に行くんだろうね。秋葉いいな、秋葉いいな。中野ブロードウェイはこの前経験しちゃったかな。中野ブロードウェイすげえ楽しかったわ。
いや、叩かれるどころじゃないよ。前回もう叩かれまくって、もう伝説作っちゃったんだから。1階はお土産、有料で高い場所に行けるんだ。日雇い労働者が集まる場所は大体想像できるな。なんかもっとはしゃぎたいんだよね。あ、築地市場とか。築地はなんか高いだけでうまくないんだよね。吉原風俗、ロボットレストラン、7000円になったの今。5000円じゃないの。値段上がったんだ。原宿は多分いないと思う。原宿はいないと思う。ロボットレストラン検索してみてって、だって、あれでしょ、歌舞伎町のでしょ。いや、あんなん、だってあれだよ。ペットボトルと弁当を渡されて500円ぐらいの。で、なんかロボットとお姉ちゃんがなんかロボットってやってるだけでしょ。ギラギラしてて。いや、だって、あるじゃん、歌舞伎町。行ったことあんの？秋葉は、まあ、いるね。秋葉はリスナーある。行ったことはないよ。だって弁当を渡されて、ペットボトルのお茶渡されて、ただ見るだけだもん。みんな内容知ってるもん。全然面白くないよっていう。中国人が見てるだけだよっていう。で、多分ね、予約しないと入れないはず。あるの？ロボットレストラン7000円払って行ったの？ マジか。すごいディープな場所行ったね。なんでロボットレストラン入ったの、カズ。あ、吉原で和道が知られてるか。どうなんだろうな。でも、リスナーさんって、実は風俗の人多いんだよ。なんでかっていうと、待機中暇だから、配信で相性がいいの。だから、風俗産業の人多いよ。リスナーさんで。あ、当日でも入れる。まあでも7000円払いたくないな。なんだろう。ホテルのスイートルーム、ちょっと値段高いけど、ホテルのスイートルーム取ろうかな。無駄に。ホテルのスイートルームから雑談やろうかな。3万ぐらいかけて。うん、これ外人が行くところだね、あれ。いや、ホテル名は言わないけど。ソープの待機中に配信してるってすごいな。でもさ、AV 女優が配信やるって俺すごくいいことだと思ってるの。なんでかっていうと、AV の見方が変わらない？俺、ワトココロちゃんの功績って呼んでるんだけど、ワトココロちゃんどこ行ったの？俺、ワトココロちゃんの AV 見てないけど、ワトココロちゃんの AV が100倍楽しくなると思うの。何を言ってるんだ、俺は。ワトココロちゃん可愛いよね、あの子ね。俺はだからワトココロちゃんの AV 見たことないけど、ワトココロちゃんのファンはよりワトココロちゃんの AV を楽しく見れるはずだよ。いやいや、すごいでしょ。すごいよ。あ、ココア様とか、あと誰いる？ AV 女優。いや、世界変わるよね、なんかね。まあ、これは女の人には分かんないかもしれないけど。ヘルス兼ソープ場、あ、分かんない分かんない。あれ、あれでしょ？撮影終わったよ。
撮影終わった。昨日まで AV の撮影だったはずだよ。佐伯ちゃんでしょ？佐伯ちゃんがだからなんか放送やってたって言ってたね。タイムシフト残ってないけど。なんだろうな。何やろう。なんかねえかな。異世界を体験する何か。っていうの、娯楽ってあんま多くないんだな。娯楽って。監督もね、すごい時代だよね、本当に。AV 男優兼 AV 監督だからね。それじゃ加藤隆とかシミケンとかも配信やりだすんじゃないの？何人の AV 女優？まあ、ノーコメント。ノーコメントだよ。ノーコメント。あ、シミケンもやってるんだ。閲覧多かった？見ちゃったんだ。女の人って意外と AV 好きっていうよね。1000いかないぐらい？ああ、いや、まあまあ、それくらいいくか、やっぱり。シミケン普通にかっこいいもんね。体も鍛えてるし。眠い。ペコペコ、機嫌いいの？ペコ。そっか。寝てた？寝てんの？シャカとペコと遊んでから寝よ。大人の数合わせってかっこいいな。花火ありがとうございます。9発花火ありがとうございます。めっちゃかっこいいじゃん、大人の数合わせ。花火9発か。ありがとうございます。お、マー君お帰り。ありがとうございます。大人の数合わせってめちゃめちゃエロいじゃん。
そんなのある？そんなのあんの？大人のオムライス。あ、いいな。子供のビーフステーキ。かっこいいわ。あ、なんかどっか行きたい、マジで。マジでどっか行きたい。熱海ってどれくらいかかるんだろう。ちょっと待って、熱海行こうかな。新宿から熱海。遠いな。あ、結構遠いな。なんだこれ。遠いな。熱海。遠いわ。いや、プリンセスガーデンからっていうか、プラーっとね、ちょっとなんかプラプラしたいんだよね、本当に。部屋の中にいたらダメだ、やっぱり。刺激が欲しいね、なんか新しい刺激が。新大久保面白いか。新大久保あんまグッと来ないんだよね。なんか韓流が好きな人には楽しいだろうけど、なんか面白いのあんの？いや、部屋にいるとやむっつうか、俺本当にずっと部屋の中にいるからな。スーパーとペットショップ、2ヶ月に1回ペットショップとスーパーとコンビニとマクドナルドと。いや、もうほんと行ったとしても新宿だかだもんな。多分一番、ここ最近で一番遠いところマッハ道場だからね。マッハ道場どこだっけ。一番遠いところが車、電車で30分ぐらいのマッハ道場だよ。すげえ遠かったわ、30分。すげえ辛かったもん。イケアか。あー、すごくいいね。え、イケアって船橋とどこだっけ。イケアナイスチョイスだね。飯も食えるし。イケアか。イケアいいね。あー、横浜だっけイケアって。なんかさ、あの東急ハンズの、新宿の東急ハンズみたいなの大好きなんだけど、あれのさ、でっかいやつない？何言ってんだ俺。東急ハンズの一番でっかいみたいなのないの？東京に。すごいでっかい東急ハンズみたいなの。イケアのご飯まずいんだよね、でも。一番最後の出口にあるホットドッグが一番うまいんだよな。アップルパイうまかったな、イケア。でもイケアの家具って微妙なんだよな。北海道にイケアないんだ。楽しいよ、でっかくて。ホームセンター豊洲とか東側にあるんだ。ああ、ね、こん中でさ、水槽を持ってる人いる？水槽。なんか熱帯魚とか飼ってる人いる？水槽って大変？
なんか俺の部屋に今必要なの水槽だと勝手に思ってるんだけど。渋谷ね、入り組んでて、なんか渋谷のハンズ好きじゃない俺。あ、映画見に行こうかな。映画。ちょっと待って、渋谷シネマユーロ。シネマユーロ。ローカル映画、ユーロスペース、シネマユーロスペース、なんかやってるかな。熱帯魚買いたいよね。立川にあるんだ、イケア。へえ、立川にあるんですね。なんか微妙だな。イスラーム映画祭りか。熱帯魚難しい。180の水槽ある。水槽って水変えないで維持することできないの？なんかプランクトンとかで水を変えないやり方があるって聞いたんだけど、そんな無理？プロじゃないと。なんかプランクトンでその循環させるシステムがあるって聞いたんだけど、それって可能なの？俺でも。その水槽を作って、なんか光とか、そのなんかいろいろやって、そう、癒しがないんだよね、ちょっと。まあペコと釈迦がいるからいいんだけど、まあ水槽は置いとこう。観葉植物好きだよ。水が必要なんだ。じゃあ無理無理。じゃあ無理。めちゃめちゃ眠い。ハムスターも生き物、どうなんだろうな。ハムスター2年で死んじゃうの悲しいよね。俺シーマンに顔似てるってすげえ言われたな。思い切ってゲーム機買ってドラゴンクエストやるとかね。ドラゴンクエスト11とかね。モンスターハンターやるとかね。また部屋に引きこもるだけだもんな。寝るか。いつものパターンね。やっぱり寝る。もう分かってたことなんだけど。そう。俺は答えは分かってたんだよ。寝るだけだ。みんなも分かってたと思うけど。16年ってすごいね。すごう。うまいね。金魚か。すげえな。めちゃめちゃ犬飼ってるの。バグありがとう。アイテムありがとう。どうぞ、さ。ウーパールーパー、ウーパールーパー、ウーパールーパー。ウーパールーパーね、一回 UFO キャッチャーみたいなの撮って友達にあげたんだよね。ウーパールーパー可愛いんだけど、あれ黒くなってくんだよね、確か。グレムリンが欲しい。ていうか肩いった、肩めちゃめちゃ凝ってる。わかった。お風呂に入る俺。今日ゆっくり。半身浴するわ。あの、千枚やつ。で、ストレッチする。肩めちゃめちゃ痛い。これ寝違えてんな。なんだかんだ言ってね、やっぱね、一人になると孤独感が半端じゃないの。
もう部屋の中の空気が配信切った瞬間すげえ重くなるの。でペコとシャカ ペコとシャカをこうやってやって、俺ずっともうこうやってやって ペコっつって、あ、喧嘩ダメ喧嘩ダメとか、ペコシャカっつって、あ、喧嘩しないでやめてやめてっつって、こうやってうん、新しい彼女作れっつったってさ、出会いがないんだって。出会いがあると思う？1日2回コンビニに行くぐらいしか外に出ない男だよ、マジで。でずーっとパソコンの前で喋ってるんだよ。どうやって作んの？年上がいいとか別に年齢制限は特にないよ。リスナー物色したらまた同じことになるでしょう。うん。いや、めちゃめちゃ喪失感半端ないよ。リスナーから連絡あるよ。めちゃめちゃ来るよ。めちゃめちゃ来るよ。立候補が半端じゃないよ。だけど誘われるっていうか、なんかすごい写メが送られ、もうだからのんちゃんと、いやっていうかもう今だから話すけど、のんちゃんと別れたシリーズ何回もやってるじゃん。で今回はガチだけど、ネタじゃなくてガチで別れたけど、あのシリーズのたんびに 4,5 人連絡来るの。その和道さんみたいな。でまあいいんだけど別に。でもね、俺、いやじゃあ別にいいんだよ、ありがたいんだけど、連絡来て私どうですかっていうのを遠回しにいいんだけど、俺からするとさ、リスナーで会ったこともない人から初めましてから恋愛感情まで持ってくのすげえ大変なの、モチベーション的に。わかる？と向こうはさ、もう俺のこと分かってる前提だからさ、別にいいでしょ、文句ないですよって、私和道さんにっていうことだからありだとは思うんだけど、俺からするとその人まっさらなの。だから もうちょいうまいことできないのかなっていう、なんかわかる。とりあえず会えばいい、うん、それ面白いからよ。和道かの新彼女和道オーディションやろう。それやろう。それ面白い。新彼女和道オーディションやろうよ。それ面白い。5人座らせて、はい。はい、じゃあ、この度は、新和道の彼女オーディションに、お集まりいただき、ありがとうございます。今回、優勝された方には、和道さんと一日デートをするこれ司会者がいないダメだな。俺がやると嘘くさいから、誰か司会者、便所太郎さんを言って、便所太郎さんみたいに上手い人。はい、じゃあ3番の人、歌ってください。ずっと俺がこうやって。それ絶対面白いじゃん。いや、とんでもないの来た方が面白いじゃん。それやろう。のんちゃん絶対来るよ。うん、コラボ枠とかじゃなくて、だから番組を作りたいんだよな、それこそ。そこなんだよ。なんかね、手軽にやろうっていうのが嫌いなの。そこは絵で見た方が面白いじゃん、会場で。セット組んで。でもね、なんかね、そのインスタント感が嫌いなんだよね、その配信会の。いいご身分だな、その中から食いなよ。いや俺ね、いやだからもともとがそういうタイプじゃないのよ、ぶっちゃけて言うよ。あのね、生主でそこそこ中堅以上だったら多分ね、セフレなんか腐るほど作れるし、配信会みんなやりまくってんのよ。
正直言うと。俺はやってないよ。やってないから言えんだけど、みんな食い散らかしてるのよ。だから、っていうよりも食い散らかしてるっつうか、可愛くてメンヘラで、生主好きっていうの限られてるから、みんな穴兄弟なの。ただ単に。ただ単に穴兄弟なだけなの。だから俺、萎えるんだよ、そういうの。あ、TJ さんしかいいかもしれないね。いや、ないね、俺は。俺からすると、だから知らない人なんだよね。その、一からその、恋愛感情までいかないかもしれないじゃん。だるいの、基本。リスナービッチじゃないけども、ビッチっていうよりもメンヘラの子で生主とやりたい人っているんだよ。いるんだよ、ビッチって。まあビッチか、メンヘラ率高いっつうか、だからメンヘラ率 100% でしょ。そんなのまともな女が生主と付き合うか。いや、解放はオーディションで看板でしょ。その5番目でしょ。 1,2,3,4,5 でしょ。解放が落としてくれるんだよ、コメントを走らせてくれるんだよ。誰でもいいってわけじゃないんだろうけど、生主が好きっていう人いるよ。生主が好きっていう人いるの。なんか、なんつうの、有名であればあるほど興奮するみたいなのがいるんじゃん。雑なセックスっていうか、もうとにかく本音を言ったらもう寂しくて仕方がないね、俺は。俺は寂しくて仕方がないね、もうただ単に、ただただ部屋の中で寂しい、ただ寂しいの。生主になって、いや、だ、売れない生主ほど悲惨なものないよ。もう、いや、別にやってもいいと思うけど、売れない生主ほどきついものはないよ。もう、それだけは言っておくよ。ただ、売れたら不細工だろうが何だろうがモテるっていうのはもう過去証明されてることだから、野田ゾーリ、ヨッサン、誰がいる？もう、ことごとく、ことごとくモテてるからね。いや、めちゃめちゃ寂しいよ、本当に。マジで。だって、俺、寂しすぎて自炊したんだよ。ネギカゴに入れて、大根半分でいいや。豆腐、玉ねぎ、一個でいいや。3個もいらないわ。ちょっと牛肉は高いの買ってみようっつって。意外とお金今あるから牛肉はちょっと高いやつ、和牛だわ、でも細切れにしようとか。すげえ寂しいよ。すごい寂しい。いや、だから ツイッターの写真、いいねボタン押して。ツイッターみんなフォローしてる？俺の悲しみにあふれた、悲しみにあふれた肉豆腐をいいねボタン押して。これ悲しみの肉豆腐だから、これ。悲しみの肉豆腐。だってもう、なんか、豆腐から俺の寂しさ出てるでしょ？なんか、孤独感とかさ。わかる？この豆腐から出てるでしょ、いろんなものが。悲しみが。だから料理うまいって言ってんじゃん。うまそうだったじゃない、普通にうまいって。闇深すぎて見るのつらい。いや、な、闇肉豆腐ですよ。いいねボタンの数が俺の救いだから、唯一の。いいねボタンしっかり押してね、みんな、ツイッター。豆腐は水を切って、だから水を切って早めに入れておくの。染み込ませるために。豆かっていう。キッチンペーパーで、トレーに、鉄のトレーに、
もう早めに水をもう最初に一番最初仕込んでおいて、でニンニクとか玉ねぎとかこう水気が出るものとか味を出すもの、いや水分の甘みが出るもの先に煮込んでおいて、で豆腐投入して形が崩れないようにで早く染み込ませるためにとかいろいろ計算しながら、出来合いじゃないよ。だって出来合いの肉豆腐に大根入ってるか、大根入れねえだろ普通。まあ、大根も先に締め込ませるため、これ俺が作ったやつだよ、うん、出来合いじゃないじゃん。大根、ネギ、牛肉、ニンニク、玉ねぎ、あとなんだっけ、舞茸入れようと思って買ってあるんだけど鍋いっぱいになっちゃったから今日舞茸入れるね。これは俺の、俺料理うまいのは結構デフォだよ。うまそうでしょ、うん、今日のメニュー、豆腐は木綿、つるんつるんじゃない。天ぷらね俺できないの。うまそうでしょ、うん、これはね大根意外とありだなと思ったよ。大根意外とありだった。合わないかなって迷ったけど、いやここは勝負だなと思って。舞茸の天ぷら、舞茸の天ぷら食いてタラの芽の天ぷらいいなぁ。舞茸の天ぷらとそばだなぁ、うまいんだよなぁ。いやめちゃめちゃ寂しかったよ。肉豆腐食べながらランハゲさんの放送聞くのめちゃめちゃ寂しかったよ。ハゲとハゲが向かい合って、向こうのハゲは缶チューハイ飲みながら鍋ついてて、こっちのハゲはこっちのハゲがハゲ見ながら肉豆腐食ってんだよ。そんなに悲しい絵面ある？世の中でそんなに悲しいことあります？ハゲバーサスハゲだよ。いやそれが俺の現実だよ。いやもうランハゲさんしかいねえわと思って、こんな時はめちゃめちゃ寂しいよ。めちゃめちゃ。ハゲのラリーだよ本当に。いやめちゃめちゃ悲しいよ本当に。孤独感半端ねえよマジで。うわ電話だ、のんちゃんかなって。ブルーレイの、あのごめん、ブルーレイのセッティングができないんだけどお前かってまたお前かすごい悲しいでしょ。もうそれはヤマダ電機で聞いてくれすごいハズレ感、圧倒的ハズレ感、放送終わるの待ってた、6時間待ってた、忙しいのにごめんね
ごめん待たせてごめんねっつってドレさんも寂しい。ドレさんはもう54だからもっと寂しいもうそれは想像もしたくないぐらい寂しい。いや、のんちゃんから干渉しないでって言われたから干渉しないでくださいってメール来たから、逆に怒られてるから俺今いやもう超寂しいよ。女は切り替え早いよね。男は長いよ、男は長いよ、いやーセックスとかいう問題だよ。のりこの動画の再生数半端じゃないんだけど、何なの？だから YouTube って面白くて、普段の俺の雑談の放送って100再生200再生ぐらいの大体が100、200人が見てくれるタイムシフト、まあまあわかるじゃん、まあ、それくらいだろうなっていう感じだけど、のりこの回えぐいんだよ。のんちゃんっていう風にタイトルに入ってるだけで、多分ちょっと見てみようか、和道 YouTube ね、和道 YouTube チャンネル見てみましょう、チェックしましょうね。ほら3、まあまあ1日経つと144、250とか166とか、まあ300いかないぐらいなので、のりこの回6080再生のりこさよならのりこの回9177回、1週間経ってないのに1万再生されてんだよ、すごくない？なんでこんなにのりこコンテンツとして需要があるの？おかしいんだって。のりこってタイトルに入ってたり、のんちゃんが映ってるだけで再生数が1週間以内で6000再生って、生活保護完全マニュアル超えてるんだよ。悲しいでしょ。俺よりもキラーコンテンツになっちゃってんの。もう映るのりこの顔が映るだけでもう再生数爆伸びすんの。 YouTuber になればいいんだよ、もうYouTuber。 いやだってのりこのだって6日で6000再生っすよ、5日で9000再生っすよ、向いてるでしょ。いやキラーコンテンツなんだよ完全に。もうなんか異常な数字の伸び方すんの、何なんだろう。なのりこメイク配信な2600再生とか、桁が違うんだよ。のりこって書いてあるだけで、いや集客力半端じゃないよのりこ。うるせえわ、すごいよね。だからコメントも走る走る、あの YouTube のコメント欄一回見てごらん、のりこの回笑うから。もうのりこが好きすぎて、あのリスナーがすごいことになってんのよ。それ見てみる、コメント欄チェックする、すごいよ。コメントの YouTube にコメントつくって結構異常なことなんだよ。でどれくらいすごいかっていうとさ、まあこれさよならのりことの別れじゃん、さよならのりこの回なんだけど、俺普段コメントなんかないのにこんなに来るんだよ、すごくない？たった5日でこんだけ来ることなんかないもん。のりこのファンがねすごいんだよ。 YouTuber やった方がいいよのりこ。のりこさんはこれで幸せになるよ。ふざけんな、誰が不幸じゃん。なんで俺と付き合ってるのが不幸前提のコメントなんだよ、おかしいだろ。なんだブリーン、これで幸せになる、やっと解放されたみたいな言い方やめてくんね、どういうこと？あーまあ揚げまんだったね。実際キャラは濃いね、
キャラめちゃめちゃ濃いかんね、うん、やり直してないよパールさんいらっしゃい。じゃあちょっと俺ごめん、急にぶつ切りでごめん、お疲れ、寝ます、お疲れ、ごめんねぶつ切りで